ちゃん。こんにちは。チラピノです。はい、今回ですね。はい。男女クラフト秘密基地対決やっていこうと思います。イエーイ。男子のチロルと女子のピノでね、秘密基地をお互い作って、どっちがうまく作れるか勝負していこうと思います。はい。よし、勝負だよピノ。頑張るぞー。おお。ピノ。なんだ。お前とは壁を作らせてもらう。じゃあな。ピノ。何？壁はなくなった。やめてよ。壁は壁なのよ。はい、ということで、じゃあピノさん入ってきていいですよ。どうぞ。はい。邪魔します。ようこそチロルの秘密基地へ。うわ、なんだあれ。さあ、どこに俺の秘密基地はあるでしょうか。探してください。どこだろう。この辺かな。やめろ、違うだろう。一番でっかいもあるだろう、あそこに。どう考えてもあれでしょ。今回ピノがね、チロルのお宝の部屋まで、自分で探してくださいね。はい。秘密基地なんで、まあ、そんなヒントとか与えないからね。おお。ちなみにこれ何に見えますか、これ。ゴキブリ。違うよ。全然違う。ゴキブリ角生えてないからね。なんとですね、これカブトムシなんですよ、ピノさん。なるほどね、カブトムシにしたんだね。はい、ということで、このカブトムシですね、めちゃくちゃかっこいい。撃てたらね、買いたいなと思う方はチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。絶対買うでしょ、ピノ。なんか足が横2本しかないよ。あ、1本なくなった。俺の秘密基地へ、まず入り口すら君じゃたどり着けないよ、ピノくん。なになに、ちょ、ヘラクレスの背中に乗って。いや、なんか背中から入るのかなと思って。背中から入る？入る、そんなことないでしょ。あれ、ないの？いや、わかんないけどね。待って、角だな。角？角から入るってこと？ピノみたいな初心者じゃ無理かもしんないね、ピノさん。こっちかな。絶対わかんないと思う。なになに？レバーを発見しました。あ、ほんとだ。誰だろうね、これ。押していい？まあ、どうぞどうぞ。いくよ、はい、せーの。ん？お、お、あ、なになになに？え？あ、動いたんだ。動きました、これ。なんか見えるよ、これ。あ、モザイクかけといて。うん。あ、これ？これだ。あ、やばい、バレてしまった。入り口を発見しました。あ、ま、やっつけられた。カブトムシの下にあったんだね。そうだよ。どうだよ、秘密基地っぽいでしょ、ピノ。うん。入り口はちゃんと隠してんのよ。よし、入ります。いた。入りますか。よし。さあ。あら、狭い。あ、ここ僕のですね、部屋です。イエーイ。人のベッドの上でジャンプするのやめてね。さあ、あなたにわかりますか？おっと、チェストの中にプレイヤーの頭が入っています。おっと、なんて気味が悪い部屋なんでしょう。でもこれじゃあ何も作れないしな、クラフトできないし。ふむ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 。かまどに入れてみるとか。わあ、なんか落としたよ。なに、わあ、あ、開いた。秘密の隠し通路がバレてしまった。開いた。そう、なんとかまどに物を入れると扉が開くんだよ、これ。すごい。で、のけると閉まるの。あー、なくなった。すごいでしょ、これ。あ、ほんとだ。さあ、ち、バレてか。よし。やばい、俺のお宅で取られちまう。あー、すごいすごい、家だ家だ。あ、ここ僕のキッチンですね。あ、キッチンなのこれ。そうだよ。ほんとな。キッチンキッチン。まあ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 、君じゃ俺のお宅の部屋にはたどり着けないよ。どこだ。怪しいのこれかな。いや、そんなんね、これテレビだから、ピノさん。怪しくないこれ。いやいやいや、これ怪しいでしょ。何があるの。いや、何もないよ。あ、なんかあるぞ。やばい、バレた。隙間から。あ、これはあれだね、こうだ。うわ、賢い。そう、なんとですね、テレビに見せかけて一つだけね、隠し通路があるんですよね。お、こんな感じ。隙間がありますね。あ、なにこの部屋。さあ、ここどうでしょうか、ピノさん。ここ僕の武器部屋ですね。なるほど。装備とかをね、隠してます。まあ、大事なもんだでね。隠してるんだ。そりゃそうでしょ。ここでもまだお宅の部屋じゃないからね、ピノ。これを装着するのか。やめなさい、こら。あ、3日洗濯してないから。最悪だ。やめた方がいい、やめた方がいい。何だ。さあ、ピノにわかるかな。ここだんだん難しくなってるからね、ピノさん。全部上に揃えるとか。ああ、なるほどね。はいはいはい、はい、どう。いや、これはあるぞ、ピノ。あるか。お前結構鋭いな。やばい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 。はい。何も起きない。みんな上向いていいね。まあ、ピノごときじゃね。俺の秘密の部屋にはたどり着けないよ。ほら、やめなさい、それ。何もないな。この後ろにあるのかと思ったな。一番やっちゃダメ、そういうの。ダメだから、そういうの。一番ダメだよ、そういうの。
しまった。うわーバレた。うわーバレてしまった。ここに秘密の通路バレちまった。マジか。やったー。あ、もうゴールかな。ここはトイレですね、僕の。トイレ？トイレ見られたくないから、やっぱこういう風に隠してんだよ。さあ、ここがね、チロルのトイレですけど、まあここにはね、ないよ、何も。怪しいのこれでしょ。なになに、それ水でしょ、それ。あれ、何もないな、予想と違う。難しいぞ、考えろ、ピノ、難しいぞ。お、こら、こら、どっかにないかな。そんな剥がして遊ぶゲームじゃないから、これ。この水のレバーは効かないし、あ、なんか下に隙間がある。え、気のせいじゃないかな。あ、ボタンかなこれ。え、なになに、ないと思うよ、そんなの。青いボタンかなこれ。え、違うと思う、やめといた方がいいよ。うん、押してみました。あれ、どこ、口、お、なんだ。あー、やばい、バレちまった。開いてる。うわー、マジか。やった。え、なに、ここはですね、お風呂ですね。お風呂。こんにちは。これお父さんね、僕の。お父さん隠されてるの、こんなに。うん、いつもここで背中洗ってるんだよ。お父さん、どう、背中、これ気持ちいい。お父さん、生きてる。え、死んでんの。お花がありますね。さあ、ピノさんもたどり着けましたか、僕の秘密のお部屋に。え、でもさ、まだなんかダイヤモンドとか高価なものないよ。ないよね、だってただの部屋だから、これ俺の。ただのお風呂場だからね、ここで。いつもお風呂入ってんな、これ。えー、風呂気持ちいい。まだかな、やっぱ無理か、ピノには俺の部屋を見つけるのは。なんかね、ここだけ色違うんだよね。おー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 おお、気のせいじゃないかな。これ気になるね、これ。やめなさい、それ。あとさ、ここにバケツがあるんだよね、謎に。まあまあ、それはお風呂だからね、水ね。やっぱ自分に水かけるとき使うじゃん、ピノさん。怪しいんだけどな、これ。なんでここだけ色違うんだ、絶対意味あるはずなんだけど。工事ミスだね、工事ミス。多分これ。工事ミスったんだ。多分って言ったじゃん、だって今。多分？違うってことじゃん。え、なんでだこれ。なんで色違うんだ。もうギブアップかな、これ。どうかな。ちょっと難しすぎたかな、ピノには、これ。どう？何置くんだろう。でもバケツがあるから、なんか使うんじゃないかな。ふむ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 。どうだ？何かできたか？お、あ、え、水がなくなったよ。え、今適当に押してたら開いたんだけど。うマジか。もう一回その白いところでバケツ右クリックしてみて。ああ、なんと裏に水が入れることできるんだよね。すごい。あ、水で動いてるの。そうよ、だからほんとここのバケツで水をね、お風呂から取ってここに入れるの。なるほどね。そしたらこの本棚が秘密の通路なんだよね、これ。どう、これは分からないわね。え、完璧だよね、これ。よかった、適当にして。いや、適当だったのかよ。あ、ダメじゃん、俺のセキュリティハウス。あ、ついたんじゃない、これ。やられましたー。やったー、ダイヤモンド、モリモリ、てんこ盛り。マジか。ってことでね、これがですね、男子のチロルの秘密基地でしたね。かなり難しかったでしょ。はい、じゃあそれじゃあね、ピノさんの秘密基地見ていこうと思います。はい、よし、自信ある？あります。お、いいね。よし、来い、よし、買ってこい。よし、お、なんだこれ。ようこそピノピンクハウスへ。おお、秘密基地っぽくはないけどね。いきなり家なんだね、ピノさん。そうですよ、ここはピノの家です。あ、じゃあもう入りますね。はい、どうぞ。コンコン。はい。おお、すごい、なんかピンク色に囲まれて、すごい女の子の部屋だね。うん、可愛いじゃん。すごい、ベッド、なんかすごい立体的に作られてる。いいでしょ。え、すごいね、これ。いいでしょう、かわいいでしょう。でも、こんなところにダイヤモンドないよね。どこかに隠してるはずだ、絶対ある。探してみよう。まずエンダーチェスト見てみよう。いや、違うか。さあ、今日もいい音を鳴らしてますね、エンダーチェストさん。でもチロルはね、秘密基地作るのもう分かってるからね、こういう狭い隙間とかに入ってんだよね。ないか。まあ、こことかね。ないか。あ、悪い趣味だね、これ。スケルトンの頭あるよ、これ。はい、でしょ。鼻の中にあるから、なんか本当にお墓みたいになってるよ、これ。結構難しいな。あ、ここか。いや、違うか。さあ、探してね。結構難しいな。こっちの方見たな。ってことは、あとはどこだ？あ、ピノさん。はい。あなた、ケーキを4つ置いてますよね。4つ置いてますよ。でも、その後ろに1つ空白がありますよね、あなた。ないです。いや、あるのよ。一度目をこすってみてください。わかりました。よし。やります。このケーキ邪魔だな。あー、ケーキを壊すなんて。レバーがあった、ピノ。え、ないよ。
いや、あるよ。じゃあ押すね。えっ、おっ、おー、やるじゃん、ピノ。いつからこんな回路組めるようになったんだ、お前は。やるじゃないか。でも、こんな簡単なところじゃまだまだ、ピノさん。取られますよ、これ。え、まだ、もう終わりこれ、もしかして。あー、見つかっちゃった。え、何、扉がある。白い空間へようこそ。お、なにこれ、狼、狼ハウスってこと。なんだなんだ、これどうすんの。ここ秘密基地ってこと、ピノさん。そうだよ。え、入り口を探すってことかな。狼さん、開けてください。無理です。え、ん、あ、ピノさん、ボタンありますよ、ここに。ボタンが、これ、あー、全部つけ忘れた。ここボタンありますよ、ピノさん。2個ずつつける予定だったのに。怪しいよね、これ、ボタンね。じゃあ押しますよ。これは怪しいな。ポチッ。おお、え、すごい。え、すごいね、ピノ。ああ、チロルが口を無理やりこじ開けた。あ、口が開いたんだ、これ。あ、すごいね。ベロってことかな、ピノさん、これはね。入り口でいいってこと、これ。あっ、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 はい、いらっしゃいませ。ここが狼の中か。でも、ここにダイヤモンドがあるってことか。ダイヤモンドある。いや、ないか、さすがに。ん、あ、これ、ピノさん。怪しいね、これ、ピノさん、これ。怪しい？いや、怪しいでしょ、一個だけ。なんか、いや、怪しくないよ。それは、何？カモフラージュ。あ、カモフラージュね。そう。おお、待って待って、なんかいるぞ。ピノさん、家の中でこれ。かわいそう、何やってんの、これ。首やつないで、あんた。ニワトリさん好きだからね。あ、好きなんだ。狼が。狼の食料なんだ、これ。あ、なんか狼の胃の中か、これ、今。そういうことか。どうなんだ、これは。どこに入り口があるんだ、これ。あ、なんか入ってる。小麦の種。え、小麦の種ゲットしたよ、ピノ。あー、よかったね。倒れでもする、うん、しないしない。どこにあるんだ、何か。どこかに、俺はね、レバーかボタンがあるはずなんだけどな。あ、なんだこれ。ピノさん、これ。なんですか？これ感圧板じゃないですか、これ。ちょっとだけおかしいと思ったら。違う違う。絶対そう。絶対そうじゃん、そんな反応。あ、ピノ分かった。俺分かっちゃったかも、ピノ。何？小麦の種持って。うん。ニワトリさん、こっちですよーってほら。あれ？来ない。あ、なんか産んだ。卵産んだ。え、これじゃないの、ピノ。こうやって、ニワトリさんに感圧板を踏んでもらうんじゃないの、これ。え？お、踏んでくれた。ん？あー、開きました。あー、バレた。開きました。バレました。なるほどね、このニワトリに小麦の種を持ってこうやって貫通板を踏ますんだね。まあまあ賢いね。さあ、では次のね、ところにやってきました。ここはオオカミの何なんだろう、お腹の下あたりかな、これ。そうだね。何これ、ピノさん、家の中にマグマ置くなんてやめた方がいいよ、危ないよ。チラさん、頑張れば向こうまで行けるよ。いや、無理だね。あ、そこからか。これ行けるか。あ、なんか行ける気がしてきた。頑張って。いけるよね、これ。ふっ、キャー、嘘つき、呪ってやる。あー、死にました。あー、ありがとう。何か、大抵ね、このマグマの中にあるのが普通なんだけどな。あ、耐火のポーションが入ってる。チェス、バレたか。なるほどね、この中にチェスト置いてたんだ、ピノ。よっしゃ、ピノの分も持っていこう。ダメだよ。返して。はい、そうだよ。で、これ飲んで、で、渡るのか。おー、よいしょ。確かにこれなら安全に渡れるね。よし、よっしゃー、これでマグマを渡ったと。なるほどね、賢いね。だがピノ、俺には無理だ。さあ、入らせてもらうぞ。はい、どうぞ。次はどこだ。カチャ。お、なんだこれ。おー、ダイヤモンドブロック、つまりここがピノさん。ゴールです。おっしゃー、ってことで、じゃあここがね、ピノの秘密基地でした。はいはい。ってことは今ここ尻尾の部分ってことか。そうだよ。なるほどね、オオカミの体の中で秘密基地、面白いね。うん、うん。はい、ということで、ダンジョンで秘密基地作ってみました。はいはい、みんなはね、どっちの秘密基地がいいかね、コメントで教えてください。教えてください。ダンジョンクラフト刑務所作り対決、イエーイ。お互いですね、刑務所を作ってどっちが難しいか勝負していこうと思います。はいはい。皆さんは有利だね、今まで捕まった経験があるから。それあなたですよ。俺だった。よし、勝負だ、ピノ。よし、作るぞ。よし、じゃあここでお前と境界線を離してもらう。じゃあな、行け。ああ、
よし、ゲームスタートだ。お前か、犯罪を起こしたのは。何もしてないです。早く入れ、チロル刑務所に行くんだ。嫌です。いや、拒否権はない。嫌です。これやめ、どこ行く、これやめなさい。こらこらこら、こっちこっちこっち来る。逃げろー。こら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 、せっかく作ったんだから遊んでほしい。ふざけんな、行け早く。はい、お前はここだ、入れ。失礼します。そうだ、ちょ、これ閉めないで。俺入るから。さあ、そこにくぼんでるとこに入るんだ。はい。で、あの赤い松明を見つめろ。はい。お前は一体何をした、言ってみろ。ピノは何もしてないです。嘘つけ。お前はチロル刑務所行きだ。あー、なに。ん、ここはどこだ。いやー、ピノ。うわ、なんか後ろにいる。ここがチロル刑務所だ。どうだ、青いだろ。青いな、食欲が出ねえぜ。せっかくパン持ってるのに。なんてこと言いやがる貴様。よし、ピノ、お前はこの刑務所から脱出したらお前の勝ちだ。はい。よし、時間は計ります。はい、よーい、スタート。脱獄開始だ。さあ、ピノ、じゃあここは抜けられないかもしれないな。よしよし。あ、この大釜の下に何か見えますね。早速見つけちゃいましたね。でも気のせいだ。見えないな。お、なに、お前なかなか目がいいな。おとなしく、お前はここで20、あと25年過ごすんだ。あっち行ってくださいね。何を言ってるんだ。どこにあるんだ。この奥に何か見えるね。何、何、何も見えない。お宝見えましたね。何。お、開いた。貴様、クソ、貴様。またね。なんだぞ、クソ、待って、この野郎。おお、ここは下水道かな。はしごが上に伸びてますね。お、あ、なんかいるんですけど。名前が見える。いや、仕方ない。まあ、ここまで出してやる。だからこれ以上先は行かせないからな。よし、探索だ。これ以上先は行かせないぞ。なんかあるかな。わー、ここ壊せそうだな。壊せないよ、ここは厳重なセキュリティになってるんだ、ピノ。すまないな。でもなんか道具が必要だね。道具？そんなんいらないよ、道具なんて、ピノさん。この下のやつ怪しいんですけど。何も怪しくないでしょ。貴様！うわ、壊れた！おい、お前！やったやった！パンが役に立ったぞ！やった！なんだと？よし、ここのガラスが割れたから入っていくぞ。ちょっと待て待てよ。なんだ、ここ。ここ俺の部屋だよ、これ。俺の部屋？あ、社長室だよ。ここ本室かな。ちげえよ。お、あ、勝手に開けるな！丸石を発見した。何？よし、これどっかで使うんだな。何、使わないよ。あ、他の部屋も見てみよう。ここは来たところだ。何、こいつ。ここは、あ、なんかボタンがあるね。なんだ。何のボタンだ。なんだなんだなんだ。クリアできたか。ホッパーがあるね。それはお手洗いの水出るとこだよ、みんな。何もないよ。お、左側のホッパーに棒が入ってる。何、こいつ頭いいぞ。そんなゴミみたいなの集めてどうすんだよ、ピノ。棒と丸石。あ、わかったわかったわかった。レバー作れるじゃん、これ。あ、何、レバー。よしよしよし、青いレバー作りました。おお、待て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 。これで、よし、これで、おい、ああ開きました。開いちゃったよ。もう、まあでもここまでならいいよ。うん、まあいけないけどね、ピノじゃ。うわ、アスレチックになってるわ。何、よし、やばい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 。うわー、こういうの嫌いだな。チロルの厳重セキュリティ刑務所か。おー、危ない。落ちろ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 。ジューさん浮いてる、ずるい。当たり前だろ。おい、こら、ほい、よし、なに、いいぞいいぞ。なかなかうまいじゃないか。はい、うまい。よっしゃ、飛び越えた。諦めるんだ、ピノ。諦めなさい。はい、諦めるんだ。これは、あー、来た。よし、一番後ろまで下がって、行くぞ。何、ここで止まって。うまいな。どうすんだ。まさか、え、嘘だろ。ほい、やった、やった、行きました。いや、みんなと脱獄犯、凶悪な脱獄犯です。ここはなんだ。まあ、かといってな、ピノ、まだここも刑務所の中なんだよな。残念だったな、ピノ。ここにも独房がある。当たり前だろ。まあまあ、諦めろって、ピノ。怪しいところ。ピノ君、この部屋は怪しいところないね。何もないよ。ん、こ
ここに入りたいのかピノ、入れてやろうか。入りたくないです。何をやってるんだ、お前に出口なんてないぞピノ。この最強刑務所に出口なんてありません。なんかこの奥怪しいんだけど見えないな、なんかボタンとかないかな。じゃあどうだろうね、独房にボタンなんてあるわけないだろ。どこだ。あ、なんかある。あ、なんだこれ。これは鍵だ。これ俺だけが持ってる鍵だ。わあ、ここの扉がある開く仕組みになってるのかな。いや、そんなわけないよ。鍵が必要だな。鍵はないって、俺が持ってるから鍵。どうやって入るんだ。さあ、鍵はどこだ。現在8分ですよ。あ、なんかこの下、ああ見つけた。なに、ベッドの下になんか色違いブロックあった。うわあ、マジか。うまく隠してたんだけどな、バレたか。シルターボックスだ。うわー、バレたか。出口の鍵をゲットしてしまった。やめろ貴様。あ、さらばだ。おい待て、やめろ。何をする気だ。いけ。なんだ。おお、やめろ。なに、まさか。なんだ、ホコリが出てきた。ちげえよ。あ、いた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 。マジか。脱獄成功、ボタンを押してね。はい。うわー、ということでやったー、チロール刑務所ピノさん脱出成功です。はい。うわ、マジか、やるな。楽しかったね。楽しかった。うん。さあ、刑務所へ入る番だ。すいません、私を誤認逮捕した罪は大きいぞ。すいません、冤罪でした、僕が悪かったです。誤認逮捕してしまった罪で今度は僕が捕まる番でした。さあ、この中に入るんだ。誰ですか。この中に入れ。すいません、誰ですか。すいません、誰ですか。スティーブ君だ。スティーブ君、すいません。この中に入るんだ。ああ、わかりました。何ですか、このピンクのマガマガしい部屋は。何をしたんだ。自分の口で言ってみろ。ピンの丸々ってやつの間違いで捕まえてしまいました。この板を踏んで罪を償え。わかりました。それでは、いきます。なんだ。うわぁ、捕まった。うわぁ、捕まった。なんでこんなピンク色なんだ、気持ち悪い。なんて目に優しくないんだ。やあ、囚人。あー、来たか。囚人チロル。はい。なんですか。私の素顔を見せよう。なに、スティーブの素顔があるんですか。やはりやめておく。なんだと、どっちだ。脱獄したら素顔を見せてやろう。おぉ、ほんとか。よし、スティーブの顔なんてどうでもいいけど、自由のために脱獄したいと思います。何がどうでもいいんだ。痛い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 、すいません、やめてください。はっはっは。なんとかここから脱出しましょう、チロル。よし、それではタイマーよーいスタート。よし、脱獄開始だ。まずはこのピンク色がなんかもうね、目に優しくないよね、これ。どこ、うわーっと、ベッドの下に何か見つけてしまいましたね、これ。ガチャ、レバーを早速見つけてしまいましたよ、これ。スティーブさん、ここにでも置くか。カチャ。よし、余裕にパンでも食ってよし。いや、やめろやめろ。残念だったな。違う違う違う、ここやっと脱出だから。これが外の空気ってやつか。まだ外じゃありません。もう外だよ。さあ、はい、どうぞ。わあ、見て、もう見るからになんか怪しいものあるな、これ。うわ、美味しそうなおりんごゼリーだ。いや、ちげえよ、これスライムブロックって言うんだよ。お、お前、貴様、貴様、まさかスティーブじゃなかったのか。こっちの方が好きかな。 あ、スティーブさんだ、よかった。そっちの方が安心するからお願いします。あ、こっちがいいの。よし、なんだ、ここに何か置くな。これはレバーかボタンか何かを置くな。貴様はもうレバーを使ってしまった。確かに、使ってしまったな。あー、何かあそこに見えるな。でも入れないな、あれ。あれはトイレだ。あれトイレなんだ。そう、俺の部屋になかったけどね、あれね、うん、貴様の部屋にはない。何よ、なんてこと言うんだ。すぐ出してきてやる。あ、え、ちょっと監視長さん、ここにレバーありますよ、これ。ティーブさん、ここに、何ですか。ここにレバーありますよ、これ。え、どうぞどうぞどうぞ。いや、これミスだな、隠してたな、これに。あ、しまった。しまった。バカだこの人。よし、じゃあ早速もう二度と帰ってくるなよ。脱出するぜ俺は。なんだなんだこれ、エンダーマンいる。え、はい、面会室です。え、あ、ここ面会室か。え、僕の知り合いじゃない、誰ですか。君はもう、なんだ、
沼で出てこれないんだ。なんでそんなこと言うんですか。お母さん呼んできてくださいよ、僕の。わかった。え、お母さん来てるんですか。やったやった、面会できるなんて。お母さん、チロル。お母さん、チロル会いに来てくれたの。お母さん、いや違う、お前じゃない、お前じゃない。会いたかったよ。俺は会いたくなかった。くそ、舐めやがって。こんな気持ちすぐ出てやるぜ。なんなんだこれ、どこなんだ。あ、でもはしごがあるな、これ見て。ウィーンと。あれ、ちょっと届かないなこれ。君の短足の足じゃ届かないよ。何を言いやがるこいつ。好き放題言いやがって。俺もなんで。ちょっと待ってよ、ここじゃないな、これわざと、これこれわざとだな。うわ、これわざと俺に入らせて、はしごか何かがいるってことか。探すか。あ、そういえばここ空いてるよね。その下とかに何かないかチェックしよう。お、あ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 、これはピノさんやったな、これ。隠してたな、これ。ガチャ。はい、来ましたー。おっと、これで、隣の独房にやってきましたと。おー、しかもディスペンサー。さあ、多くのボタンを見つけたぞ、これ。ん？こっちはいけないか。多くのボタンか。ここか？いや、ここに使うんじゃないな。よいしょ。こっちか。オッケー。え、あ、あれ？なんかスケルトンの音するな。なんだ？さあ、脱獄できそうかな？ピノ、ボタンを見つけたぞ。ん？残念だった。さあ、そのボタンを、その唯一一つの、ん？あれ？お前と話してる時間はない。急いで。お前の話に付き合ってしまえない。ここにつけないの？ここだろう、ピノ。どう考えても。え？バカか。これで。残念だったな、ピノ。こら！よし、これで。アオリング敵を踏むとは何事だ。いや、スライムブロックだってだから。はしごゲットだ。で、あ、ここから出るんだ。あ、で、戻るんだね、こうやって。ふっ。へっへっへっへ。さあ、戻ってきたぞ、ピノ。はしごを持って戻ってきたぞ。おお。さ、じゃあはしごといえばここだよな。ここだよな。ダーマさんやっちゃってくださいこれ。やめてください。こっちだ。急げ。脱獄だ。よっしゃ。これで面会室反対側に来れました。シュウさんこっち来て。いけないよもう。やだ。やだ、逃げろ逃げろ逃げろ。うわあ。なんだこれ。なんだこれ。わーい、驚いた驚いた。チロさんこんなので、なんだよ叫ぶなんて恥ずかしいなと思う方はチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。よし、こんなこんなんに騙されると思う。なんだ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 なんか、なんだ、喧嘩してるぞ。おー、喧嘩やめてね、みんな。何、スケルトン仕込んでたのか、みんな。こんなところに。あれは見張りの監視だ。なに、うわうわうわ、いた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 、いや逃げろ逃げろ逃げろ、やだ、いた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 。でも一瞬でクリアできましたね。足刺さってるけど、いてててて。よし、さあ次はどこに行くのかな。次はなんだこれ。あ、待って、出口はここだよ。だってもう優しいな、ここの刑務所は。優しいでしょ。でも出れないよね、これじゃね。このね、下に立つと出口に出られるよ。あ、本当。うん。アホが見る、ボタンのケース、お尻マッサオ。ムカつくやつだぜ。覚えとけよ、ほんとに。なんだここ。お、食堂かな、これ。なんだあれ。なんか見かけた顔がいっぱいあるな。なんだなんだ。なんだ。いいかと思いついた。あー、幸せ。あー、脱がすな！いやいや！さあ、じゃあここが、なんか食堂か何かか。なんだこれ、ピーって書いてる。なんだ、ロケット弾みたいな感じやがって。ピーの刑務所です。ふざけやがって。ピーの刑務所？あん。ふざけやがって。食堂かこれ。うん、なるほど、なんか手がかり探そう。出口はそこでしょ。待てよ、出口がここで、何か鍵があるってことか。え、なんだ、オムライスだな。やった、オムライスなんだ今日。え、この何か、あ、チェストあるじゃん、ここにピノ。あ、何も入ってない。え、あ、チェストあるな。あ、何も入ってない。え、かまどの中か。あ、冷え打ち石を見つけてしまったぜ、ピノ。ピノさん、このそれは食べれそうか。いや、食べられないから。何でも食べちゃダメだよ。うん、よくないよくない。あ、ここにもありますね。うん、空っぽか。冷
火打ち石を何に使うんだ。あのかまど届くか。届かないな。火打ち石、火打ち石。あ、階段の裏怪しい。チェストあるじゃん。みんなさん、チェストあるよこれ。ガチャ。あ、石の剣と盾入ってる。盾と剣戦うって言ったらピノは違うかったってことはスケルトンか。こいつらかか、エンダーマン、どっちかだね。さあどっちでしょう、どっちからやる。まずはこいつらだね。俺のこと撃ってきたからね。おい、キツムラ、あれいた、ほらほらほら、いた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 。おっと、どっちが勝つのでしょうか。いた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 、いた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 。オッケー、倒したぞ。お、どうしたんですか、あなたボロボロですよ。すごいことになってるチロル。よし、さあ、あのチェストでもどうやって取るんだろうな。え、ピノ、あのチェストどうやって取るんだ。あ、チロさん、ガラス割れたよ。割れた今。いや、割ったんじゃなくて。あ、でもよかった、チェスト取れるわこれで。あ、鉄インゴットだね。イウチ石と鉄インゴットを手に入れてしまったぞピノ。終わった。じゃあ俺は、チェスト後ろ見て。何、あー、ここにも忌まわしきピーのマークが。じゃあ俺はね、考えたことはすぐわかるんですよ。でで、作るものは火打ち石と打ち金しかありません。作りました。火打ち石と打ち金が手に入ったってことは、なんだろうな、あとは何かな。あ、でもこれ使うとしたら TNT だね。ここに TNT 置いて着火するんじゃない、これ。さあどうでしょうね。甘いなピーの。さあどうでしょうね。さあ TNT 探せ。この下あたりないか。作業台の中にもないし、届かないもんね。あれ届かないよね。どうするどうする。なんか無駄に広い刑務所だなこれ。本当にわかんないよ、どこだ。さあどこでしょうね。なになに、これどこどこにある。さあどこでしょうね、よく見ましょうね。どこだ。あ、なんかん、なんか、え、あ、え、ピノさん、何ですか。なんかここの、あれ、これ普通のブロックかと思ったんですけど、まさかチェストのマークじゃないですかこれ。開けまーす。てってれー。 TNT は予想通りだピノ。ここから外が見れるよ。いらないよそんなの。いらないいらないそんなの。じゃあピノ、すまないから脱獄させてもらうぜ。勝った。なんだ、あー大変だ。誰だ。しまった。嘘だろ、嘘嘘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 嘘。あー、ピノの嫌いだ。は、なんで、ちょ、ベンディゲーター。やだ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 、なに、やだやだやだ、ちょ、頑張れベンディゲーター。ずるいぞ、負けるぞ。おいおい、最強の関係じゃない。早いぞ。ずる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 、いたー、一撃。あー、はい、チロルさん、時間ロスです。ずるいぞ、あんなやついるなんて。え、急いで戻ってくださいね。ずるい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 、何、あの最強の監修いるじゃん。無理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 。俺の死体がどこ行った。あいつどこ行った。 TNT 返してくださいね。え、返すのこれ。うん。え、なんで。もう一回入れてくるね。おかしいって。くそ、やつを倒さなきゃいけないってことか。よし、ここから現れるの見たぞ俺は。取ります。来た、来い。さあリベンジです。ちょっとエンチャントついてる。なんかあー、エンチャントついてる。ちょっと待って、おっと、どっちが勝つのか。痛い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 。オッケー、おーっと、残りあと2だった。逃げろ、シュウさん、エメラルドだよ。エメラルド、お金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 。おー、時間ロスだね。いやいや、うそ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 う、マジか。よし、 TNT 置いてチェック来い。ピノ監修、さらばだ。よし、こっちか。よしよしよし、なんかいいぞ、花柄の。おお、ガン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 、イエーイ、ゴールしました。何分ですか。21分です。ピノ9分30秒でした。やったー、ピノの倍以上かかってる。イエーイ。どっちの刑務所で遊んでみたいかな、皆さんコメントで書いてください。男女クラフト水中ハウス対決、イエーイ。男女クラフトね、今までしてくれたみんなのコメントの結果を発表お願いします。うん、千鶴さんの方が圧倒的に多かったね。
はい、というね、皆さん結果なんですけど、まあ皆さんどんまいどんまい、仕方ないよこれは。ごめん。何？どうした、どうした、どうした、何があった？間違えた、ピノとチロル逆だった。え？俺の心のテンションはどうする？さあ、お前は左に行くんだ。俺はこっちだ。こっちね。よし。水中の中に家を作る。わかった。オッケー。どっちがいい水中ハウスを作れるか勝負だ。うん。よし、負けないぞ。行きます。でねん。さあ、ここが境界線だ。うわー。じゃあな、俺こっちで作る。まずは海の偵察だ。そうだね、海の偵察から始めよう。ふむふむふむ、なるほど。昆布が大量にあります。はい、それではチロルさんの水中ハウスから遊びに行ってみたいと思います。あ、あそこにいるね。あーい、あー、海水浴って気持ちいいな、やっぱり、うん、何してるの？海水浴だよ、海水浴。飽きたか？うん、待ちくたびれたよ。じゃあまずどうする？その格好まずどうする？まあ俺のスイッチハウスはですね、うん、ロマンが詰め込まれた男のスイッチハウスです。おお。まずピノ、俺のスイッチハウスにたどり着くには何かを手がかりを探さなければならない。さあ探すんだピノ。え、あそこになんか見えてるよ。ただでは行ってはダメだピノ、何かを探すんだ。泳いで行きそうだけどね。これやめなさい、こら、やめなさい。このポートで行くんじゃないかな。違います、これは違いますね。出発を引こう。違います。ピノさん探してみてください。まあなかなか見つからないと思うよ。あ、もう見つけたよ。早いな、早いな。え、見つけちゃった？見つけちゃった。仕方ないな、行くよ。はい、なんだ、うわー、雷だ。あ、道ができてる、道ができてる。バレてしまった、バレてしまった。はい、大丈夫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 。はい、行きました。俺の秘密のこの通路がバレてしまった。ここで大抵のボブはね、落ちるようになってるんだよね。たどり着いてしまったか、ね、くそ。いや、面白いね。面白いでしょ。でも俺の水中ハウスはまだたどり着いていない。え、これじゃないの？どうにかして入ってみるんだな。え、入れるよ。さあ、ここは俺の水中ハウスだピノ。あ、扉がありますね。あ、あれ開かない。そう簡単には入れないぜピノ。お前の息も続かないから気をつけろよ。やばいやばいやばい。この水中ハウスはセキュリティが整ってるんだピノ。なるほどね。ただのモブが近づけないようになってるんだ。オッケー。このディスペンサーをまず見てみよう。あれ、何も入ってない。さあ、息が続くのかピノ。あ、鍵があるよ。え、何、早いな、見つけるのが。簡単じゃない？簡単、嘘嘘。結構セキュリティ強くしたはずなんだけど。かまどかな、あれは。体力的に大丈夫かよみんな。うん。お、鍵を手に入れたのか。鍵を次は扉の前で。なに、あ、なに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 、虫虫虫虫虫じゃないよこれ。なんだこれ、やばい、俺の魔法が。なんだなんだ、魔法が。板上に上がります。見てよ、うん、ちゃんと開いたのに。開いた開いた開いた。うわー、バレた。こっちもかな。俺の厳重セキュリティが、うわー、突破されてしまった。俺の家だから閉めないでね。うわー、入られてしまったか、俺のセキュリティハウスに。え、セキュリティハウスだったの？あ、違いました、水中ハウスです。ここがチロルの水中ハウスですね。まさかたどり着かれてしまうとは。水中ハウスらしく、そう、青色だね。そうなんだよ。で、まあピノさん、ここに来てね、うん、まあご飯を食べるわけですよ。ご飯食べましょう。でもね、体力なくなったからね。あー、食べてくださいね。でもピノさん、うん、こんな景色じゃね、ご飯美味しくないでしょ。え、もう食べちゃった。まだまだ、ちょ待って、やめてやめて。まあこんなね、砂を見ながら食べるなんて美味しくないでしょピノさん。うん、まあ食べれたら何でもいいけどね。いや、そこはそうだよねって言ってもらっていいかな。今日の夜は、うわ、魚を見ながら一緒に食べないか。すごーい、すごいじゃん。どうですか、こちらなんと水槽が見えるようになってるんだよね。どうですか、うちのカメさんがいるんだよね。なるほどね。どう、これいいでしょう。いいね。ね、まあちょっとね、初めは何も見えないと見せかけて、まあ俺だけが知ってるこのレバーを押すと。え、どこ、あ、これ、そうだよ、景色が見えるんだよね、綺麗な景色が。なるほどね。はい、はい、これでご飯を食べると。そう、どう、味が多分変わってると思うんだよね。どうかな、味は変わんねえな。変わんねえか。次はどっち？こっちだね、右だね。右、ここはですね、寝室とトイレが合体している。そう、寝室兼トイレですね。え、やだね。やだね。はい、
では次行ってみますか。次反対側。ここ僕のですねお気に入りの場所なんですよ。行ってみますか。おーすごいすごいすごい。やっぱね水中に作るならやっぱ外の景色見たいよねということで作ってます。あ、うちのですねウサギちゃん3匹が飼ってまして、うん、あとですねお、あのシェフを雇ってます。なるほど、うん、ここでご飯を作っていただけるってことですね。村人さんと一緒にね寂しくないようにこれ動物もいてどうですか。楽しいでしょこれ。もう海の中を見ながらね360度海の中っていう。どうですか、水中ハウスならではだね。でしょ、めちゃくちゃポイント高いと思います。うん、はい。これは、あ、それ入ってみる。入っていいの。あ、いいよいいよ全然。おお、だめなんだ。そこはですねあのゴミ箱となってまして、入れたものをこう捨てることができるんですよね。こうね。お、モグモグモグ。いで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 。あ、ゴミ箱なんだ。あー、ちょっと。あ、ゴミ箱なんてだから、ま、あー、ゴミ箱だよピノさん。ゴミ箱。ちょっと。帰ってきてる。もしかして。帰ってきた。帰ってきた。おりゃー。ほら、クリエイティブです。すみません。あー、やっただ。ちょっと、助けて。バイバイ。待ってだよ。はい、ではチロルのスイッチハウスはね以上です。ピノさん。はい。はい、ということで絶対ねこれチロルの方がもう勝ったでしょと思う方はねチャンネル登録高評価お願いします。お願いします。もうピノさん見るまでもないよピノのやつなんて。いやいやいや、ピノも今回頑張りましたよ。本当に。うん、ちょっと行ってみますか。じゃあピノさんの家。はい、ということでじゃあ次はピノさんのね水中ハウスに行ってみたいと思います。よし、こっちかな。おお、なんだこれ。おお、なんだ急になんかすごいな、アトラクションみたいになってるぞこれ。おいでやす。おお、なんか急に変な喋り方ですね。はい、おいでやす。はい、どうぞ。これそのまま行っていいのかな。これピノさん川でございます。いえ、すごいじゃんこれ。なんかアトラクションみたいになってるよピノさん。じゃあ泳ぎますねピノさん。うん、真ん中に入るて。あー、入れなかった。スタート。おお、なるほどね。泳いでください。おお、すごい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 。なんか階段みたいになってるね海の。おお、海の階段みたいになってる。すごい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 。なんだこれ、アトラクションになってますね。はい、登ってください。痛い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 。はい、あなたは人間ですよ。よいしょ。あ、なんかボートがある。乗っていいのかなこれは。おお、なるほど、上まで登ってきてボート、あとは下るだけってやつかピノ。そうですね、下ってきてくださいね。ピノ先に行きますね。行きますよ。うん、まっすぐ行けるかな。うわー、ピノさんがいる。レッツゴー。で、なんだこれ。漕いでください。漕いで…なんだこれなんだこれ。沈む沈む。おっと、助けて。おっと、船が沈んでしまった。なんだなんだこれ。ボートが沈んでしまった。一体どうなるチロル。いや、生きてるけど。うん、なにこれ。すごい、マグマブロックだらけだ。おっと、こんなところに下へ続く通路があるぞ。うん、わざとらしいな、なんかなんかわざとらしいけど。では行きますね、ピノさん。はい。さあ、カラフルな世界に行きます。なにこれ、かわいい。おー、レインボーのこのガラスをくり抜けて、こう下もレインボーになってますね。おっと、ピノの心のように輝いている。おお、ゾンビがいっぱいいるけど、なんなんだろうな、あれはピノの悪い部分かな。よしよしよし、入る入る入る、早く早く早く。おっと、なんだこれ、異空間に飛ばされてしまった。なんだなんだこれ。チロル氏、一体どうする。え、なにそのナレーション、やりにくいなそれ。なんだそれ、ここなんだピノ。これもっと何かが始まってしまったようですね。いや、説明しろよ。ああ、なら分かったぞこれ。あ、これ水を、まさかこうやって、うわわわわわ、なんかちょっと頭脳ゲームみたいになってるこれ。うわわわわ、何これ。あ、一番下のあのオブザーバーまで行ったらいいってことか。この水が、この水を出して、うわ、ちょっとこれなんかゲームみたいになってるぞこれ。もっとチロルさんはクリアできるのか。おっと、ここここでしょ。水色を取って、うまいうまいうまい、ピンク色を取って、黄色を取って、キロ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 キキロキロキロ黄色を見えた。おっと、コングラチュレーションだピノ。イエーイ。なるほどね、天才なんで一発でクリアしてしまいましたね。3回ぐらいやってましたね。あれ、なんだ、帰ってきたのかピノ。はい、扉の向こう側に来ましたよ。あ、あ、ほんとだ。あ、今のゲームをクリアすると中に入るってやつか。そうです。結構時間かかったんじゃない今の。はい、どうぞ。あ、はい。あ、すごいですね。これは、まさに水中洞窟ってやつですね、ピノさん。すごいな。またカラフルだな。今回テーマはカラフルですかね、ピノさん。はい、そうです。では、開けます。ようこそ、ピノの水中ハウスへ。なんかすごい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 。
すごい、中は何ビーチみたいになってるよこれ。浮き輪でしょこれ。そうです、2人分ちゃんと用意されてます。ほんとだ、すごいじゃんこれ。いいですねこれ、ビーチみたいになってる、すごいじゃん。室内ビーチだねこれは。サンゴもあって樽もあって、ほうほうほう、いいじゃないですかピノさん。かわいい、おしゃれですねこれ。これはなんだこれ、これもしかして肉球の形してるこれ。正解。おーすごい、肉球です。うまいね。右側が水色、あ、右側が水色で反対側はピンク色だ、うん、そうピンク色。うわこれかなり凝ってるね今日。そしてちなみにこれは一応猫の形をイメージして作りました。あ、家ってこれ猫なんだ。ちょっとカエルに見えるんだけどね。なるほどね、猫を意識して作ったのか、すごいすごいすごい、確かに。はい、ということで、まあロマンを求めたチロルの家か、可愛さ、そしてちょっとゲームがあって楽しかったピノンの家か、まあ皆さんどっちがいいかね、ぜひコメントしてください。はい、男女クラフト対決、カフェ作り対決やっていこうと思います。イエーイ長いな、カフェをお互い作ってね、勝負していこうと思います。はい、ピノさん今回俺本気でいきますから。ピノ毎回本気ですから。おわ、ちょ本気のガチンコ対決しようぜ。うん、はい、ということで本気のガチカフェ作り対決は楽しみだなと思った方はチャンネル登録ご利用お願いします。お願いします。それじゃあゲームスタートだ。はい、よし、ここここかな、お前は向こうだ。あよし、やめてて、だからみんないでよ、覗き窓。よっしゃい、はい、チロル結構もう考えてるんですよね、こんな感じで。これ何かわかりますか？わかりません。これ床ですね。あ、そうなんですね。それ見えねえのにわかるわけねえだろ。何置いてんだよ、見えねえんだからお前に聞いてんじゃねえよ。みんなに、あ、聞いてないの？みんなに聞いてんだよ、みんなに。あ、マジか。こうやってね、床を、うんうん、これちょっとわかった人いるんじゃないかな。ここでわかったらすごいぞ。なんだろうな。お前じゃねえよ。何回やるのこのくだり。やらないじゃない。違うよ、嘘。見えてないからわかるわけないでしょ。ちょっとこれでもう分かる人いるかもしんないな。そう、なんと今回は火を使って立てていこうと思います。こんな感じで火を立てていきましょう。3匹の小豚の一番初めのやつだね。いや、そういう例え方いらないのよ。何その例え方。いらない、いらないよその例え方。 OK、 こんな感じでですね、焚き火を置いて消して、はい、これだけでもうなんか入り口っぽくなりましたよね。はい、もう大体分かってる人いるかもしれないな、ここまで来たら。あとはね、あとで装飾して、おお、そう、テーマはですね、和風でいこうと思います。ピノもね、今回イメージしっかりしてきたからね。お、どんなイメージですか？それはもうカラフルのレインボーレインボーレインボーよ。もうすごいカフェ作る気だなそれ。カラフルのレインボーレインボーレインボー。そうだよ。何それ、みんなやめた方がいいよそれ。今日はね、この色にしようと思います。あー、なるほど、その色か。何色だと思う？ね、うん、茶色。なわけねえだろ。あ、間違えたじゃねえか。分かった、もしかして水色とか青って言わないよね。まさかチロルか。あー、あるかもしれないね、チロルカラーの。あるかもしれないね。いや、嬉しい、気持ちは嬉しいけど、ピノ。うんうん、気持ちは嬉しいけど、俺の色に合わせなくていいよ、ピノ。はい、ということで、ではですね、ピノさんのカフェから行きたいと思います。はい、行っていいですか？いいですよ。こちら、あ、こちらですね、チロさん、こちらですね。なんださあ、そっちね、こちらです。あ、そこ、どうぞ。よし、さあ、ピノさんのカフェにやってまいりました。はい、ちょっとチラッと見えたんですけど、うわー、なんで可愛いカフェなんだ。どうですか？めちゃくちゃ女の子らしいカフェだね、これ。普通といえば普通。いや、結構こだわってるね。お、褒めてくれますね。いや、まあまあまあ、適当ながらね、まあまあ、いい建築じゃないか。どうぞ。じゃあ行きまーす。あ、ここから降りていくんだね。ちょっと崖の下のカフェになってんのかな。そうです。まあ、登る場所はありませんが。なるほど。おー、キャンドルね、火ついてないんだね、これは。夜になったらつきますよ。あー、いいですね。いいですか？じゃあ見てみますか。こちら、ピノちゃんカフェメニュー、普通のパンプキンパイ 1M、 ピノちゃんの愛情たっぷりホールケーキ 10M、 名物金のリンゴ 3M と。おお、メニュー表ですねこれ。はい、どうぞ。お、外観がもうおしゃれだけど。こちら、おお、なんだ、店内はこんな感じですね。
そうです。これはどこに座ればいいですか？どこでもいいですよ。どこでもいいの？うん、好きな席にどうぞ。じゃあ ここ座っちゃおうかな。はい、ご注文は何になさいますか？注文はですね、じゃあまずはパンプキンパイからもらおうかな。パンプキンパイなんてないですよ。なんだったっけ名前覚えるのめんどくせえなこれ普通のパンプキンパイください。かしこまりました。どうなるんだ。はい、店員さん働いてね。え、店員さんなのこれ？よし、これアレイだよね。よしよし、なんだなんだ。はい、それではオーダーしてくださいね。こちらのジュークボックスをね、叩いてください。あのすいません、パンプキンパイ一つ叩いたよ。え、はい、店員さん急いで持ってきてね。店員さんピノじゃないの？おお、はい、どうぞ。パンプキンパイです。アレイが持ってきてくれるの？お待たせいたしました。え、すごいなこれ。どんな仕組みこれ？かわいいでしょ。え、これどんな仕組みなんだピノさん。ちょっと違う席で注文しよった。どうぞどうぞ。ここで注文します。ここでね。どこ？外を見ながら。あー、ここね、窓席ですよ。じゃあ次は幸運の金のリンゴもらっちゃおうかな。いいですよ、ちょっとお待ちくださいね。はい、どうぞ。これを叩けば店員さんが持ってきてくれるってこと？金リンゴをオーダーしましたよ。いや、さすがに無理か。え、来た来た来た。えー、すごい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 。もらった。もらった？来た、ちゃんと。小さな店員さんだ、ありがとう。かわいい。すごいな、ちょ、どうなってんのこれ、仕組みは。仕組みはですね。あー、なんかすごいの出てきたな、これ。どうぞ。おー、すごい回路組んでる。え、これはわからないな。大変だったんだよ、これ。どうやってんだけど、アレイの特性でね、アイテムを持ってると、そのアイテムを持ってきてくるんだよね。そう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 。はあはあはあ、なるほど。それをうまく利用してんだね。ホールケーキ頼もうかな。ピノの愛情たっぷりホールケーキ。はい、どうぞ。アレイさん、ホールケーキください。ホールケーキ一丁。愛情たっぷりホールケーキ一丁。すごいよね、これ。ピノが持ってくるんじゃなくて、アレイが持ってくるからね。イエーイ。すげえ、完璧だ。パーフェクト。かわいいでしょ。わ、これはちょっとみんな真似したくなるカフェかもしれないね。やったー。おー、想像以上の出来だったな。まあでも、これよりチロルはすごいです。なんだって？俺の方がすごいです。え、じゃあ次チロルの方来ますか。いいよ。では来てください、どうぞ。お邪魔します。おー、ようこそいらっしゃいました。隠れ家チロルでございます。ようこそお越しいただきました、アルバルトから。さ、じゃあ私のこのお店でゆっくりしていってくださいね。それでは来てください、どうぞ。あ、この葉っぱの上通っていくのかな。あ、違います、すいません、違います。石畳、ちゃんと石の上当たってください。それはあの観葉植物なので。あ、そうなの。おお。イメージはですね、和をイメージしました。どうでしょうか。和風だね。そう、かなり和風に作らせていただきました。それではちょっと庭の方から拝見してみましょうか。はい、こちらですね。お、ここはテラス席ですか。はい、テラス席でございます。どうでしょうか。この空間にチロルの血が隠れています。探してください。どこだろう。あるかな。あります、探してください。あるかな。ちょっと待ってください、やめなさい。こらないな、5しかなかったな。5じゃねえよ、ちぎよ。オッケー。それでは、あ、ご飯屋チロル。はい、ご飯屋チロルです。それでは中にお入りください、どうぞ。あ、こカフェじゃないんですか。違います。違う。カフェです、カフェです。違うの。名前がご飯屋だけでな。あ、なるほどね。入りますよ。はい、どうぞ。はい、入ります。ピノちゃん1名入ります。はい、1名入りました。あ、うちの店員が出迎えてくれたようですね。大丈夫、そのポーズもう直っていいんだよ。あ、すいません、うちのちょっとね、従業員も緊張しておりますので。あ、そうなんだ、同じ顔だ。じゃ、ピノさん、ちょ、もう一回入ってもらっていいですか。いいよ。はい、入ります。はい、いらっしゃいませ。なんか急いで走ってきたみたいな。面白い、入り口から面白い、すごい、ね、面白いでしょう、入り口。これはピノにはできないな。ね、さあ、こちらがですね、店内でございます。お、どうでしょうか。お、すごい。でもカフェっぽくないよ、メニューが。いや、カフェです、カフェです。晩ご飯っぽいんだけど。いやいや、カフェですよ、ここは。どこですか、店員さん。あ、お手洗いとか大丈夫でしょうか。あ、ここトイレ。トイレでございます。あ、じゃあ行ってきます。お願いします。はい、はい、こちらがトイレとなっております。何これ。あ、これボットントイレを採用しております。あ、うわー、あったよ。そう、トイレの中です。早く上がってきた方がいいです。
で、トイレをしたらですね、うん、出ましたよという合図をしていただければ。え、恥ずかしいじゃん。恥ずかしい。まあ、それではご飯を食べましょうか。はい、ご飯ね。さあ、じゃあお座りしてください、そこに。あ、え、座れるじゃん。もちろん座れます。ちょっと浮いてるけど、いいか。いやいや、すごくね、高さもちょうどよくて、どうですか。めっちゃちょうどいい。すごい、カウンターに座ってるみたい。そうなんです。いらっしゃいませ。え、ご注文はお決まりでしょうか。あ、どれにしようかな。どれでもいいですよ。じゃあ、焼き豚お願いします。はい、わかりました。はい、少々お待ちくださいね。お皿もあるね。よし、今から作るので少々お待ちください。楽しみだな。今ね、ちょっと調理を終えましたので、もう少しお待ちくださいね。あ、来ました来ました、お客様。おお、どこどこ。あ、流れてきてる。あ、もちろんでございます。ここは回転寿司同様の、あ、好きなタイミング取ってくださいね。取れるぞ。あ、取れます、取れます、もちろん取れた取れた。はーい、回転寿司をイメージしました。おお、どうでしょうか。いいね。いいですか。え、すごい。じゃあ、ピノの大好きなキノコシチューでお願いします。はい、わかりました。で、これも流れてくるのかな。それでは、キノコシチューいきます。はい、今度はですね、このお皿の上まで運びますので。え、大丈夫です。そんなことできるの。あ、できます、できます。え、少々お待ちくださいね。お皿の上まで流れてきますので、勝手に止まりますから、これ来てる来てる、自動で止まりますからね。ちょっとちょっと、負けそうだよ。キノコシチュー負けそうだよ。心配ご無用でございます。すごい、止まった。はい、あ、キノコシチューいっぱいでございます。どちらかといえばぶっ刺さってる。まあ、小さい、ね、ことを気にするお客さんは嫌いですので。なんてことを言うんだ、お客さんに向かって。取れますか。では次さ、ピノさん、じゃあちょっとうちの看板商品いきますか。はい、うちの看板商品、金リンゴでございます。え、ないじゃん、メニュー表に載ってないよ。裏メニューでございます。あ、裏メニューとかあるんだ。はい、では金リンゴ行きましょうか。うん、さあ、わかりませんけど、じゃあよく見ててくださいね。オッケー、行きます。はよ、取れましたか。え、取れないよ、あんなの。あー、残念。もう、それではもう1度エメラルドをお支払いしてもらえますか。はい、はい、1エメラルドで金リンゴでございます。なるほど、金リンゴ早いの、もしかして。あ、では行きますよ。お湯を取りました。取れないよ。どこに流れていったの。どこに流れていったの。あ、申し訳ございません、エメラルドもう1枚必要でございます。ぼったくり。ぼったくりじゃないですよ、これは。ぼったくりのご飯屋さん。違います、違います。あ、ありがとうございます。では行きますね。2つ行きますね。では次、もう特別ですよ、お客様。オッケー、ありがとうございます。では行きます。もう2つだ。早すぎる、取れないよ。取れませんでしたか。取れないよ。はい、ということでですね、これがチロルのご飯屋、チロル、チロルカフェでございます。はい、みんなどっちが良かったかな。どっちが良かったかな。今回はハイレベルな戦いだったということで、うん、みんなね、行きたいカフェをね、コメントで書いてね。コメントしてね。イエーイ、男女クラフト対決、お化け屋敷対決やっていこうと思います。イエーイ、イエーイ。最近怖いのが多いですね。ああ、でもな、夏絶対俺お化け屋敷したいと思ってたんだよ。おお、お互いお化け屋敷を作ってですね、うん、驚かせた方が勝ちです。おお、今回は勝負がはっきりできそうだな、ピノ。確かに、すぐつきそうだね。よし、皆さん自信はあるのか。そうだね、自信ね。お化け屋敷あんまないかもしれない。あ、なに、真っ黒。よし、始めよっと。よっしゃ、おい。わかった。離れてる途中だろ。ごめんごめん。はい、ということで今回はチロルさんのお化け屋敷から行ってみたいと思います。あー、入れますよ。はーい、ガチャ、裏飯屋、ガチャ。フル虫かよ。で、今回ね、チロルのお化け屋敷から行くんですけど、ピノさん。はい、ルールがあります。何ですか。驚いた数カウントしてですね、うん、多かった方が負けです。おお、わかりましたか。ありきたりなやつだね。うん、その言い方やめて。その言い方何です。ありきたり。ありきたりだよね。違う違う、面白いって言ってもらって。さあ、ここがですね、うん、ジロルお化け屋敷でございます。入り口ですか。ここです。さあ、どうです。おお、黒曜石だ。入ってください。え、行ってきますね。はい、どうぞ。用意スタート。何、一緒に来るの。それはそうだ、案内人ですから。来るんだね。はい、どうぞ。あー、なんかちょっとグロいんで、これは NG ですかね。え、何これ、すごい。
何入ってるの？クリックだけはしないでくださいね。爆発するんでやめてくださいね。え、本当に？本当でやめてくださいね、本当に。あ、これはなんかゾンビの頭が入ってそうですね。あ、まあ入り口をね、探してくださいね。え、ここじゃないの？いた！おー、素晴らしいですね、あなた。すごい。いかがったな、ビナ。君、強烈な悲鳴。1カウントです。うわ、怖かった？何の音？お、え、開いた横。あ、隣が開いたみたいですね、ピノさん。怖いでしょこれ。うわ、気持ち悪い。俺もう怖いわこれ。なんだこれ。でも意外と中は明るいんだね。まあちょっと明るめにねしております。おお、なんか不思議な部屋に来ましたよ。何の部屋だ？ようこそ。これ絶対頭があるだろこれ。いや、わかりませんよ。ただの飾りなんでね、気にしないでください。さあ、どうでしょうか。何か気になる点はありますか。探してみてくださいね。でも次の扉が見つからない。あの時計不気味だな。不気味ですか。この十字架怪しいんだけど。なんだろう。どこにあるんだ。お、ピノさん、時計。時計です、時計。危なー。なにこれ。花が出てきた。花が出てきたんですか。そしたらなんかあ、上から落ちてきたよ。あ、本当はその時計の方見る予定だったんですけど。お、開いてる。開いてますね。行ってみますか。動いてる。え、何、大丈夫ですか。おお、おお、ビビる。あ、誰ですか。あの、誰かそっちに走っていきませんでしたか。いや、ビビれなかったな今。でもおおって言ったな今。おーとは言いましたが、それは驚いたことになるのでしょうか。え、違うのか。ビビれなかった今の。もう怖くはなかったね。あー、そうですか。じゃあ行きましょうか。はい、まだ1カウントです。マジか、今の結構怖い要素あったんだけどね。ゾンビがね、出てくるっていう。あ、トランプドアだ。お、これ下に潜るやつだね。おお、気をつけてね。うわ、せんば。なんかあるかもね。うわー、なんか前から来そうなんだが。なんか見えた。うわ、ビビった。面白かったね。くっそ、なんか失敗じゃないそれ。不発したな今。よし、なんかピンク色だ。今2回ビビったでいいかな。ビビった1、笑った2。あー、そうなの。あ、まじいいよ、行きよう。じゃあよし。結構ビビってたけどな今ね。お、なんだここは。さあ、ここはどこでしょうか。広間。うわー、いや、よかったな、みんな。これは怖いよ、いきなりこれは怖いよ。やったー、やったー。ビビったー、ビビった。この人、これ何、かぼちゃ。パンプキングです。なるほど。あ、薄っぺらいな。そんな情報いらねえんだよこれ。ビビったか。あ、次こっちだ。ちょっと怖かった今の。今のはちょっとびっくりしたね。いきなりさ、だって大きいの目の前だろ。よし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 。よし。よっしゃー。今のいい悲鳴が聞こえましたね。お、何か見えますね。あれ、ピノちゃんのあれ。呼んでるんじゃないかな。呼んでるの？ピノちゃん、こっちよ。ピノちゃん、こっちよ。ピノちゃん、こっちよ。まさかね。まさか兄弟と出会うとはね、ピノさん。こっちよ。お、どうだ。あ、どうだ。落ちた。びっくりしたか。まあ普通だな。普通だなじゃねえ。結構びっくりしたと思ったのに。うわっ、首いかない。頭大きくなった。よし行くぞ。よし行くぞ。いやいや、俺が一番怖いわ俺。おお、いいのですか。さあ、あー、なんか怪しい感圧板がありますね。あらあら、感圧板に見えますかこれ。見えない。さあ、どうでしょうね。さあ行ってみてください。どうぞどうぞ。なので、あ、何もない。びっくりしたか。よいしょ。なんだよ、びっくりしろよ。いなかったの、びっくり。びっくりしてないね、今のは。大丈夫だ。あ、そう。もっと怪しいレバーがあります。押すの、それ。 3, 2, 1。 はい、はい、後ろ。おお、うわー、どうだ今の。今のちょっとちょいビビり入りましたね。はい、ゴールでーす。はい、ゴールでーす。ヒロルのお化け屋敷以上でーす。ビビった回数約3回でした。はい。はい。面白かった？うん。
面白かった。よし、何が一番怖かった？ですね、パンプキンパイの薄っぺらいやつ。あれか。はい、ではね、ピノさんのお化け屋敷に行きたいと思います。まあ一回もビビりませんけどね。はい、いらっしゃいませ。びっくりした、急に。やめなさい、これ心臓に悪いでしょ。いらっしゃいませどうしたの、声が裏返ってるよ。ここがピノのお化け屋敷か。はい、そうです。古いな、なんか汚そうだ落ち込むなってじゃあ行きますね。ここでいいんでしょ。うん、私はついていけませんので。あ、ついてこないんだ。いらっしゃいませ。あ、はい、じゃあ一人で行ってきます。うわ、なんか怖いな。いじめないでよ、勝手に。怖い、暗い、これ。勝手に松明置いちゃおう、暗いから。なんか狭いな、ここ。うわ、なにこれ、カオスモール。なに、なんか出てきそうだな、これ誰まだビビってないよ、俺は。ビビってませんか。すいません、ビビってません。なんかすごいチカチカするな。なんだ、すげえレバー引いてる音するけど、これなんだ、手動ライトです手動なんだ、ここ。なにこれ、暗っ。ちょっと暗いな。しゃがまないといけないの、これ。さあ、うわうわ、なにこれ。行きます。はい。急になんかガチャーなんかいる、やだな。開けてね。うん、今のビビってないからね。え、おおおおおお、まあ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 ね、ちょいビビリぐらいでしたね、今。ちょいビビリ、あ、ちょいビビリ1入りました。うん、なるほど、スケルトンのダンスですかね。怖いな、確かに。ちょっとおおおおお、面白いな。では次、なんか2つ、うわー、びっくりした。ちょっとビビリ1入ります。いや、今のびっくり、今のちょっとびっくりじゃない。びっくりした。今のびっくりした。いい感じ。まさかの本体が出てくると思わなかった、今。いや、確かに怖かったな。なんだこの部屋、暗っ。照明タコ、なに、なに、心霊現象が起きてる。なんか、なに、なんか出てきてんな、こっから。エンドラの口も動いてる。止めていいよ、止めていいよ。はいはいって。あ、これか。いきます。なんか音聞こえてくる。ダン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 。言わない方がいいよはい、すいません。雰囲気台無しだから、それ。え、怖い、なんか音するな。どっから聞こえてくんだ、この音。急にガチャーンとかやめてよ、これ。気持ち悪いな、ここ。なんかどんだけウィザースケルトン好きなんだよ。どうすればいいの、ここ開けたらいいの。開けますよ。はい、開けてくださいね。隅々まで見てくださいね。何、何だ。おお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 お、まあまあ来ると思ったよ。ああ、なんかあんのこれ。上あんないてる。よし、うわ、びっくりした。何お前、おい、お前、自動で脅かしてばっかじゃないか、ほんとに。うわー、いや、ちょっとびっくりしたよ、今の。びっくりした。今のビビリカウント1入りますか。入りますね。入りますか。ありがとうございます。いや、手動なんだよな、驚かし方が。どうすればいいんですかね。どうぞ。あ、いた。え、怖いな、なにこの部屋。え、何もない。何の部屋これ。何もないな、この部屋。なんだ、最後の部屋来たけど、なんかチカチカしてる。え、あ、停電か。え、怖っ。何すればいいのこれ、出れないし。何かをしなければなりません。え、何かをしなければならないの。はい、探してください。うん、またお前かよ。やったー、またお前か。3回目。いや、またお前かよ。はい、解放の時間です。あ、終わりなんだ、これで。終わりです。あー、なるほどね。ちょっとうるさいんで消してきますね。はい、もうね、完全に手動でしたね、これ。ピノさんのやつは。そうですか。ピノが脅かしに来るやつだったんだねいや、でもちょっと怖かった。人間が来たら一番怖いよ、やっぱり。ピノらしいでしょ。らしいね。はい、ということで、まあ今回じゃあ驚いた回数どっちが多いかな。俺は3回。ピノさん3回ですね。ピノさんは3回。3回同点かじゃん。
おっと引き分けた。引き分けた。じゃあみんなでねコメント欄でどっちがですね怖かったか、どっちがビビっていたか皆さん教えてください。はい、男女クラフトかくれんぼ対決やっていこうと思います。イエーイ。で今回ですねお互いかくれんぼの場所を自分で作って、うん、そこでね自分が隠れると。おお。見つかるまでの時間が長かった方の勝利ということで。はい、わかりましたか。ということで皆さん、じゃあお互いですねかくれんぼをする場所を作りましょう。はい、オッケー。じゃあ向こう行ってもらえるか。このレバーを今回はピノが押す。あ、どうぞどうぞ。押したらいいじゃないですか。よし開始だ。いや向こうなんだよあんたは。うん、いい、向こうなのよ。うん。ということでピノさんはねチロルを見つけてください。了解しました。チロルが隠れてるからピノが鬼ということですね。オッケー。じゃあかくれんぼスタート。スタート。さあ、え、もう隠れてる。もう隠れてますよ。もういいかい。もういいよもういいよ。もういいかい。もういいって。これはな、見つけるのが遅かった方の負けだから。え、青い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 。急げ急げ急げ。さあどこにいるかな、探してみてね。え、なにこの茶色。おお、チロさん見っけ。見つけたそれ、本当に。チロさんの頭見つけました。あ、残念。違うかやっぱり。残念残念。うん、違いますね。あ、チロさん、チロさん、そんなところに詰まってたなんて。しかもちょっと頭伸びてる。大丈夫。違いますよそれも。これ違うのか。違います違います。怪しいところはないですね。あれ、じゃあここの部屋も違うかった。右2つは違いましたね。はいはいはい、なるほど。今度は黄色のお部屋。あれ、ここは普通の部屋。黄色のお部屋なんて作った覚えないですけどね。普通の部屋。あー、チロさんミッケー。隠しチロルだ。チロル引いたらね、あの外れです。あ、やばいやばい、こっちもいる。やばいやばいやばい。どうやって行くの。やばいやばいやばい。でもどうやってするのこれ。マジか、やばい。あ、壊したらいいんだ。壊したよ。おい、頭でした。残念。ピノじゃちょっと今回チロル探せないかな。いや、まだまだ始まったばかりよ。さあ、チロルが作ったこのね、もうチロルハウス、どこにでもいます、チロルは。さあ、どこでしょう。え、この辺怪しいんだけど。怪しいところはないよ、別に。ね、額縁って怪しいんだよね。そうだな。トラップドアがあるってことは、おっと、レバー発見。やめてくれ、頼む、やめてくれ。こうか。あー、チロルさん。やばい。レバー遅くね。チロさん、ワッケミ逆だよ、これ。偽物のチロルです、それは。あ、殴ったら攻撃されるよ、当たり前でしょ。怖い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 。デブデブ、デブチロル出てきた。あ、自分でドアは開けられる頭脳はないんだね。すぐね、素手で倒せるようにしてるから。ほんと？力はね、見た目より力ないから。うん、頑張ったら倒せる。頑張ったらね。何も落とさない。さあ、黄色のお部屋にはいませんでしたか。いませんでした。あら、よく探したのかな、本当に。よく探してね、ピノさん。え、次赤色行こうと思う。お、赤色行きますか。ここはなんか暗い雰囲気のお部屋ですね。そうですか。なんだこれ、明日に何かありそう。あ、やばい、バレた。あ、レバー。やばい、マジか。トコ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 。あ、マジか。あ、やばい、やばいやばい。下に何かあります。なんか足音する。やばい、誰か来た。え、何ここ、なんか変な空間あるんだけど、こっちに。なんか、やばいやばいやばい。あ、チロさん、チロさん、なんか足音する。やばい、誰か来たのか。なんか嘘くせえな、その反応。いやいやいや、なんか近いな、足音が。チロさんの頭はあるんだけど、本体がないな。怪しい、ここ。あー、あ、骨ない。偽物でした。わけ見も逆。やったやった、お前は惑わされている。出てきた、また出てきた。出てきた。叩いちゃダメなのよ。叩いちゃ怒っちゃうから、チロルも意識はあるから。いや、今回めちゃくちゃ惑わされてるな。敵多いな。今のは本物かと思ったよ。え、なになに。え、誰誰誰誰誰誰、どっから来たの。誰だよ。
いや、そこにいたのよ、本当は。でも、多分仲間意識強くて襲ってきたのよ、多分。あ、なるほどね、うん、ここに隠れてたの、この子が。そうそう、そこにいたんだけどね。あー、どんまいどんまい。あ、どうですか、見つかりもいたか。いやー、このね、額縁怪しいよね。うーっとー、やばい、バレちゃ。位置がありましたねー。やばいな、足音聞こえてきた。うわ、なんか広い空間に来ましたね。まずいまずいまずい。何これ、え、レバーと貫通板がある。やばいな、何これ。いけー、何これ、キロルの頭。あー、いっぱい。2体もいる。あー、なんか気持ち悪い。生首、生首動いてる。よし、いけいけいけ。なんだこれ、セーフ。まじ、ここはね、あの時間稼ぎのキロルの頭でした。え、あのレバーは関係ない。そう、それはいったものだけが知れるんじゃないですかね。よし、いけるか。レバー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 、やばい。あー、なにレバー止めて、レバー止めてあげて、レバー止めてあげて。あー、別に止めなくてもよかったんだけど、君は。よし、帰ろう。いやここいないわ。いない、いや、わかんない、絶対いないわ。わかんないよ、そこも。いや、結構時間取られてたよ、今。まだいるし、こいつ。偽物骨なしいるし、まだ。え、どこだ、こっちも行けそうな気が。おぉ、もう無理だ。こっちにもありましたね。え、何が、何これ、白い、ここ、何かな。別のルートを発見してしまいましたね。別のルート、うわ、はしご。おっと、これは上に続いているようですね。続いてる。え、なんか迷路みたいになってるぞ。あ、それ偽物だよ、それ。本物？あー、見つかってしまいました、マジか。今バレちゃった。はい、ということで、ヴィノさんのタイムはですね、うん、7分45秒でした。何分もかかったの？結構かかったよ。ずっと俺これ見て、ここから見てたんだよ、初め。なにこれ、ずっと見てた。え、実はあなた見られてたんですよ、ずっと。こう、この真上を見たらもう見つけてたんだよ。ストーカーだ。そういや、そんなに、そういう、そういう意味じゃないから、これ。はい、ということで、チロルのかくれんぼハウスね、超楽しかったなと思う方は、チャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。ということで、次はですね、ピノさんのかくれんぼハウスに行きたいと思います。よし。じゃあ、行きまーす。どうぞー。かくれんぼ、スタート。え？え？なにこれ？え、家じゃない。は？まさかの山？ちょっとどうなってんのこれ、ちょっと待って。一回頭を整理しよう。はい、よーい、スタート。え、どうなってんのこれ、や、山だよね。もう、完全に家で来ると思ったんだけど、あの、山なんだけど、これどうしよう。このピノかくれんぼは隠れ鬼です。なるほど、隠れ鬼ね。ピノは動くかもしれません。あー、いいよいいよ、それでも。ご了承くださいませ。全然いいよ、そんなの一瞬で見つけてあげるから。いや、まさかの山か。すごい。しかもなんかピンク色じゃない、半分だけ。なんでなんかあのエンゼルフレンチみたいになんか半分こうチョコ乗ってるみたいになってんのこれ、ピノさん。よく気づきました。よく気づきました。見たらわかるでしょ。いや、すごい。なんかちょっとこの辺橋があるんだけど、なんかちょっとおしゃれになってんだよな。ちゃんと道から行ってもらってもいいですか。いやいや、いいのよ、もう。まあまあ、ピノさんは匂いがね、すごい強烈なので一瞬でわかっちゃうんですけどね。それはどういう意味でしょうか。いや、その喋り方なんだよ。その喋り方いつまでやってんだよ、それ。ピノはゲームマスターです。ゲームマスターなんだ。うわ、この水の中とかもある可能性あるよね。この水の中にいたらわかんねえよ、さすがに。ちょっと見てみるか。軽く水の中も見てみたいと思います。水の中はでも、いや、でもあれ、でも呼吸が続く。でも怪しいな、ここなんか空気通ってる。あー、ちょっと違うな。さあ、皆さん、山の山頂に来ましたよ。おっと、高いところからね、見渡すってめちゃくちゃいい技だからね。ちょっと高いところから見たいと思います。うわ、もしかしたら外にいるかもしれないよ。それ反則だからね、やめて。それ反則だからね。ピンク色のエリアに入ってきました。うわ、なんか嫌だな、ここだけ世界が違うぞ。なんかピーノさん、あなたの近くにいるの。怖い怖い、からメリーさんみたいになってるよ、それ。うん、え、全然わかんねえ、これなんだこれ。え、でもね、このピンクの中にピノさんいたら結構わかりやすいけどな。なんかホラー穴の中に隠れてるとか、なんか地中に埋まってたりはしないよね、ピノさん。ピノさん、あなたの姿が見えるの。え、何、怖い怖い怖い、何、
あなたの姿が見える。わい、怖い怖い。何を言ってんの。どっからか見られてるってこと。どこ。豚。いや動いてるの豚かよ。みんな豚かよ。豚には変身しておりません。あ、そういうのは絶対しないね。約束ね、それは。約束約束。いやー、とりあえずね、下まで降りてきました。うわ、でもね、全然いないな、これ。ちょっと待てよ。いや、これ広すぎて、あの、歩くだけで時間かかるっていう。ピーノさん、動きます。動くの。あなたの近くに動きます。怖い怖い怖い、もう帰ろうかな。なんで帰ろうかな、怖いよ。なんでだよ。怖えよ、だって洞窟行ってみるじゃん。いや、一回見たけどね、いなかったけどな、ここ。ここでしょ。洞窟に何か面白いものがあるかもしれないよ。よく探してみてね。お、なんかある。え、なんかある。入れねえ。え、あ、え、こっちもある。え、なんか誰か、これいるよね。これいます。で、まだあります。これいます。皆さん、見つけた。え、まだある。いつになったらこれ出てくるんだ。あ、おー、ドキ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 。ちょっと待て、これいい加減にしろ。ピノ、やめなさい。当たった。当たってないよ。あー、残念。でも出られなくなったよ、これ。どうすんのこれ。ちょっとこれどうすんのこれ。よいしょ。さあ、やっとですね、下から、地下からですね、脱出することできました。うわ。さあ、再びピンクエリアに行きたいと思います。やっぱりね、普通のエリアじゃなくてこのエリアが怪しいですね。ピノさんのスキンがちょっとピンク色っぽいからな、紛れてるって可能性があるよな。怖い。ここにギミックなんてね、ないだろう絶対。これあれか、違うよな。いやー、どこだこれ。ギブアップしてもいいんですよ。いやだよ絶対。まあ、絶対ギブって言うんです。いや絶対やだ、勝つからね。そうすればもう終わりますよ。勝つ、この勝負は勝つ。あなたはもうピノと勝負を開始した時点で負けているんだ。なんかかっこいいセリフそれ。え、動いたの。ヒントちょうだいよ。じゃあヒントないよ。ヒントないのかよ。どんな感じで隠れてるのか知りたいな。ピノ隠れてないもん。え、隠れてない。え、隠れてない。え、どこだマジで。ギブですか。いや、ギブじゃないギブじゃないギブじゃない。え、隠れてない。え、うわぁ、見つけた。こんにちは。カービィみたいになってるよ、カービィ。、うん、え、ピノさんですか。え、誰に見えるの。え、ピノとか、ほんとなんかかすかに帽子みたいなの被ってる。えぇ、ーあー、見つかっちゃった。よし、タイマーストップです。あ、じゃあちょっと待って、もうね、勝負まだね、決まってないので、じゃあ正式に発表しましょう。まず、ピノさんが僕を探したのは7分45秒でした。チロルのタイムはいくつですか。ピノさんのタイムは絶対勝つぞ。10分30秒全然ダメじゃんこれ。面白い。どう。いや、面白かった今の。びっくりした、なんか変な物体があるからさ、ブロックじゃない、なんか生き物みたいなのがいたからびっくりしたよ俺も。おお、ちなみにチロルさん、ピノの頭の上通ってってるんだよ。あ、そう。え、どこで。え、全然分かんなかった。いや、これはまさか1本取られましたねこれ。マジか。いや、これね、ちょっとピノさんのですね、今回は勝利ということで。はい、はい、イエーイ。またね、かくれんぼ対決ね、また、第2回戦して決着今度つけたいと思います。はい、はい、男女クラウド対決、寿司屋勝負やっていこうと思います。お寿司屋勝負だよピノ。お寿司大好きです。どっちがすごいね、寿司屋さんを作れるか勝負だ。うおー、ピノさん、ナナ見てて。おー、なんだ。お、まさか。なに。はい、サーモン。おう、どう、食べていいよ。これはね、食べていいよ。俺の勝ちだな、もう。ピノさん、そんなレベルじゃ俺とは戦えないよ。悪いね。そんなレベルじゃ、ちょっと待って、今しゃべってんの。ちょっと待って、よしじゃねえ、開始だー。しゃべってんだよ、開始だー。はい、ということで、じゃあピノさんのね、お寿司屋さん、開店したみたいなんで行ってみようと思います。行きます。ガチャガチャ。お、なんか立ってる。
なんだ土、え、なんか見たことあるな、これ。え、待って、俺の近所にこんな店あるって。寿司って書いてる。お、なかなか凝ってますね、これ。駐車場でしょ、だってこれ。お、なんか見たことあるかも。大丈夫これ、権利的に大丈夫かな、これ。じゃあちょっと入りまーす。ガチャ。うわー、なんか豚がいる。なんだ、いらっしゃいいらっしゃい。おー、お寿司屋さんなのかな、これ。本当にいらっしゃいいらっしゃい。1名様来店です。はい、1名です。どこに座ればいいですかね、これって。今満席なんで後ろで待っててくださいね。あ、これお客さんだったんだ。完全にこれ豚小屋かと思ったけど。ピシローへようこそ。あ、ピシローって言うんだ。すごい、聞いたことある名前だけど大丈夫かな。いや、ないです、ないです。ないか。このピシローは、はい、お寿司作りを体験できるお寿司屋さん、ピシローです。なるほど、お寿司作りを体験できる。うん。実際に作ることできるんですか、僕も。そうです。すごい。作ってみたいですか。お、作ってみたい。じゃあダイヤモンド100個お願いします。うん、詐欺か。じゃあ皆さん、お寿司作りってことはやっぱお寿司を握り方とか教えてくれんの。そう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 、握ってみたいですか。はい、握ってみたいです。うわー、やる気十分ですね。よし、じゃあ握りますか。じゃあまずお米を耕すところから始めましょう。そこから。はい、ついてきて。そこからやるの、これ。いきますよ。あ、そのレベルからやるんだ、これ。え、お米ぐらいないんですか、ピノさん。実はですね、ないんです。ないんだ。切実な問題だね。あ、ここなんだ。ここがピノの畑です。あ、畑が後ろにあるんだね。おうほ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 う。お米どこですか、これ。そこの樽にね。はい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 。あれ。体験キット履いてるんで。あ、体験キット。はい、作ってください。あー、なんかこれライスって書いてる、ライス。あー、なるほどね。え、これなんだ、よくわかんないけど取っとこう。ライス取りました。これどうすんの。あ、植えるだ。あ、水中に植えるんだ、これ。そうですよ。あなた知らないんですか、お米は水に浸かってるんですよ。あー、そうですね、確かに。で、コップンで。あ、できました。できました。これ壊せばいいんですかね。あ、取れました。取れましたか。おー、なるほど、収穫できましたね。じゃあ行きましょう、次の場所へ。まあ次、ピノさん、あれだよね、お寿司ってご飯だけじゃ成り立たないでしょ。おー、イケスですか、ピノさん。そうです、自分で生きた魚を倒して取ってください。すごい、魚を取るんだ。なんか武器ないんですか、ここ。ないです。なんで素手なの。素手でパンチです。パンチかよ。すごい、あ、魚がいる。頑張って。見たことない魚いる。食べたい分だけ取ってくださいね。エビとかいる、エビ。すごい、エビいる。代金は後でしっかりもらいますから。エビ取りました、エビ。ツナだって、ツナ。あー、なるほどね。取れましたか。魚3匹、エビ1匹取りました、皆さん。おー、じゃあ行きましょうか。おー、いよいよ。お、いよいよですよ。いよいよお寿司作りですか。いや、長かったな、これ。今のところ全然面白くないな。え、面白くない。よし、皆さん、厨房でじゃあ僕も一緒にやりますか。ダメです。なんとは入れません。なんでよ。寿司職人しか入れませんから。ふざけんじゃねえよ。素材だけ渡すってこと。うん。お前な、はい、何しに行ったんだよ俺。ただの雑用じゃないか、これ皆さん。いや、まずお米を作ります。あ、すごい、なんかこれお寿司巻くやつだ。なんかすごい蒸気出てる。はい、お米作ってますよ。お米できてるんだ。あ、ほんとだ、お米できてる。クックライト。あ、調理したお米だ。はい、そうしてですね。すごいね、皆さん。包丁取ります。包丁でさばいていきますよ。包丁持って何すんのそれ。あ、さばいた。オッケー。オッケー。すごい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 。ピノさんが今取ってきてくれたやつがね、マグロだね、これ。あ、ほんとだ、マグロの切り身が5つできたよ。すごいじゃん。おい、はい、できました。すごい。うわ、出来上がり。いただきます。お、食べないでください、まだですよ。あ、まだなんだ。すごい、ほんとだ。じゃあレーンを解放します。まさかこれ回るの、もしかして。俺の知ってるピーシローは回るんだよ。ピシローは回るのか。ピシロー回るよ。マジで。安心してください、回りますから。マジで、ちょっとこれ楽しみすぎる。ちょっとテンション上がってきましたね。ピノさんもここまで成長したんだなと。うわー、嬉しいな。このちょっと回転寿司ね、どんな感じに回るのか楽しみな方はチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。ピノさんもとうとうここまで来たかと。はい、すごいもの作ってきたな。まあ、ダンジョンクラフトもね、もう結構5回ぐらいやってるんだからね、だいぶレベルアップじゃない、ピノさん。それじゃ早く回してくださいよ。ピノさん、こっち来て。あ、何、ボタンかなんかある。こっち来て、こっち来て。何。はい、どうぞ。あ、座る。うん、席
席席。あーなんか、うん、はい、では回してください。 A 押してね。 A 押すの？うん。え、あ、回ってる。あ、行ってらっしゃい。待ってる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 、これ俺が回ってるこれ。お、ちぐさん、食べれるかな、食べられるかな。食べられる。あ、食べた。あ、食べた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 。おお、すごい、確か回ってますね。あー、すごいすごい、これから回ってるのって。はい、回転です。いよいよ、本当に回転です。回転って、これ俺が回転してんのよ、ピノさん。はい、どうぞどうぞ、お寿司堪能してください。どうぞじゃない、今これもう。ピノも食べよう。俺が回転してんのよ、ピノさん、これ、わかる。これちぐさん、どれ食べる。食べれるか、まあ、これ取れるか、これ、どうやって取るんだ、これ。ほら、あ、取れた取れた。おー、鉄火巻きですね。あー、おいしいおいしいおいしい。次はどれにしようかな。どれがいいかな。また鉄火巻き。あ、鉄火巻きですね。マグロか、マグロ欲しいね、マグロ。マグロ、マグロ、マグロ。違う。はい、資料はこれで以上です。はい、いやー、みんなもね、ぜひ食べに来てほしい。もう新しくて斬新ですね。はい、まさか自分が回ることになると思いませんでした。楽しそうだね。吐きそうだよ、もうぐるぐるして。はい、それではチロルさんが作ったお寿司屋さんに行ってみたいと思います。イエーイ。さあ、一体どんなお寿司屋さんなんでしょうか。オープン。うわー、何か書いてますね。チロル寿司。あ、かっこチロルが入ってるかも。あ、入ってるんだって。チロルさんが入ってる。じゃあ帰ろうかな。よし、ほら、やめなさい、来なさい、ちゃんと聞こえてるから、そこ盗聴器つけてるから、早くして。あ、また看板がありますね。なんだ、マグロ解体ショーやってるよ。うわー、マグロ解体ショー、楽しみだな。すごい、なんか高そうなお寿司屋さんだな。いらっしゃい。あ、うわー、お客さん、いらっしゃい。いらっしゃいました。1名様ですか。はい。あら、寂しいですね。座ってくださいね、そこ。見て。あ、違う違う、座ってくださいね、そこ、赤いところ、特等席でございます。はい、意義あり。何ですか、何ですか。意義なしでお願いします。はい、下向いてください。はい、剥げてます。むずい、開くぞ。いいぞ、座りなさい。今ね、ペノさん、マグロの解体ショーやってるんですよ。ここ。はい、そこそこ。よし、どうですか、マグロの解体ショーやってるんで。なんか誘ってるよ。あー、今からね、解体ショー始まりますから。後ろのは何ですか。あ、後ろはね、うちの名物タコですね。マグロもあるし、うん、いっぱいあるんで、もう本当にチロル寿司はね、超新鮮で有名ですから、ピノさん。なるほど。聞いたことあるでしょ、チロル寿司。ないです。あ、そうですか。じゃあ、ピノさん、じゃあね、マグロの解体ショーから行っちゃいますか、先。うん。マグロ食べたい、これ。食べたいです。どうする、マグロ食べたいって言ってるけど、いい？え？あ、なんか言ってるね。お前にはわしを食べる資格がない。逆にわしが食べてやる。あ？よし。マグロが喋ってる。え、なに、なにこの白い空間。うわ、なんかいる。さあ、マグロのボス。さあ、君がこのマグロを食べる資格があるか試してみよう。おい、気安く触るんじゃないぞ。あ、動いた。当たり前だろ。ジュウさん、なんか遅れてるよ。ほら、あ、なんか、なに、火の玉。残念だったな。攻撃するんだ、これで。これをピノ、このマグロを倒したらお前はマグロを食べることができるかもしれないぞ。おら、いけ。ギャー、当たった。大丈夫か、マグロ。喋ってるんだけど、マグロ怖いんだけど。ちょっと喋ってるから食べたくないかもしれない。さあ、倒せるか、お前に。マグロ、あ、やばい。お、叫んでますね。いや、苦しんでる。すごい、なんか角の部分が。マグロ、分かった、連携技だな、分かった。なになに、くらえ、お前には。うわぁ、炭アタック。真っ暗真っ暗、画面が真っ暗からの炎アタック。なんとか貴様を倒してやる。すごい、イカ炭か。イカ炭アタックじゃ。あ、チロさん、イカだったんだ。タコじゃ、うちの名物タコ。キャー、当たった当たった。あともうちょっと、半分切った半分切った。このままじゃ負けてしまうぞ、マグロくん。うん、分かった、上がってこい。では必殺技を使うか。なに、必殺技。くらえ、マグロの氷落とし。氷がいっぱい来てる。くらえ。痛い痛い痛い。どうだ。オッケーオッケーオッケー。からの火だ。おりゃ。あと1回ぐらいじゃない。これは勝ちましたね。必殺イカスミ。真っ黒見えない。イカスミ氷アタック。やばいやばいやばい。くらえ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 。わしを簡単に食べられると思うなよ、この野郎。おりゃ、いけ。あ、お前には私を食べる資格があるようだ。
わやった、お、落ちた、マグロだ。おめでとうピノ君、君はマグロを倒した。あのもう疲れました疲れました。それじゃ今ね、倒したマグロをさばいていきますね、ピノさん。はい、よし、戻ってきた。よしよしよし、うわー、マグロ楽しみ。よし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 。あ、一応俺回転寿司だから、ここ。え、回転寿司なの？まあ、回転しますから。じゃあ今からちょっとね、マグロ流しますね。回りそうにないんだけど。マグロ流します。いきますよー。はい。どう？マグロ流れてきた。どこ？いくよ。よく取ってね、ちゃんと。うわうわリアルリアルすぎない？うちのマグロは新鮮ですから。いただきます。ありがとう喋った喋った、怖い怖い、喋った。はい、ということでうちのですね、チロル寿司でした。はい、ということでチロピの寿司屋さん勝負でした。はい、はい、皆さんどっちのですねお寿司屋さんに行きたいか、ぜひコメントで書いてください。はい、ダンジョンクラフトセキュリティハウス対決、イエーイ、イエーイ。お互いセキュリティハウスを建てて攻略時間を競います。はい、ってことで一回じゃ建てますか。オッケー。今回はレバー2つあるんだ。え、どっちだろう、どっちだと思う？両方。じゃあ押してみようか。せーの、えい。はい、ということであれから5時間が経過しました。ピノさんのセキュリティハウスをぶっ潰しに行こうと思います。これはね、今から用意スタートで時間計ってピノさんを倒したら時間ストップということです。よし、討伐準備完了だ。行くぞ。この先にピノのセキュリティハウスがある。頼もう。おお、よくぞ来た。なんだこれ、お城みたいになってるぞ。一回ここでちょっとリスポーンして、リスポーン設定して、よし。え、ピノいるの？あ、いる。よくぞ来たな、青いモブよ。モブじゃないから。ぶっ飛ばしていい？この。まあ、覚えとけよ、それ。モブとか言うんだったら。今だけなら私は逃げも隠れもしない。ここにいる。なあ、ちっちゃくて見えねえよ、ごめん。めちゃくちゃちっちゃい、それ。君もご飯粒のようだ。やかましいわ。ほら、何も持ってないよ。そう、今回ね、ルールとしては、チロルは全身装備、そしてピノさんは何も持ってないと。武器もなしね。うん。じゃあ行きますよ。よーい、スタート。スタート。何？まずはね、あのケーキみたいなお城に行く前にだ。まずはこのよくわかんないこの3本なんか道があるんだけど、なんだこれ。舐めてるのかこれは俺を。どれにしようかなしてね。え、どれにしようかなって全部一緒じゃないのこれ。ふざけたこと言ってんじゃないぞ。え、何これ、なんで、なんで、ちょっと、おっと、ちょっと待って、どういうこと。死んでしまいましたね。彼は弱き生き物だ。やかまひいわ。なにこれ、3つとも全部通れるんじゃないのこれ。うわ、貴様、いいモッドを見つけたんだピノは。だがなピノ、何？豚肉を投げることによって本物の道を見つけてしまった。ダメじゃん。よし、これだな。あ、ズルだズルだ。よし、やクリアしたぞ。まあいいだろう。さあ勝負だピノ、次だ。ここまで。お前なんだこの虫は。お、小賢しいぞ。青い虫が侵入したぞ。虫じゃねえよ、ちょ、小賢しいな。駆除しよう、駆除。やれやれ、小賢しい。駆除だ、駆除。いっぱいいるこれ、気持ち悪い。駆除班頑張れ。駆除班なのこれ。逆だよねこれ、俺だよね駆除班はね。こんな虫みたいなのがまとめ来たてんね、まとめて一緒に倒してやるよ。よし、ピノ、お前の相棒はもう死んだぞ。いや、相棒じゃないからもういないぞピノ。あれ、なんか見た目だけでかいだけで大したことないな。これ何に見える？これはケーキだね。正解。ケーキのお城か。ストロベリーケーキ城です。お前建築に時間かけすぎて中身スカスカになってないか、大丈夫か。まあ大丈夫大丈夫。なんだこのピンク色のラインは。なんだピノこれは。ストロベリー味です。何を言ってるんだ、頭大丈夫か。ストロベリー味。なんかトラップが発動するとかじゃないよね。ストロベリーって飛び越えるんだよ。あ、そうなんだ。ピンクストロベリー。よし、くぐったぞ。どこ行ったのお前。何をやったんだ。後ろを見てみろ。なあ、閉じ込められた。もう戻れない。小賢しいぞ。なんだ、でもピノ、道がもう見えてんだよ俺には。うわ、
山、一歩でも動いてみろ。隠してたのかそれを。まさかそのもう戻れないぞ。ケーキの中に隠してたのか。いや、お前いい加減にしろよ。みんなさすがにお前なんだこの弓の数。最近に来てみろ。待って、これヤバくない？ちょっと弓の数、え、だって待って待って、どんだけ出てくるの。当たってる、当たってるよこれ。ちょっとやめましょう。シュウさん餌だよ。いいよ、ちょっとやめましょう。餌だよ、ほら食べてるね。弓美味しいね。掃除機じゃないんだ。掃除機じゃないんだからね。片付けてるわけじゃないのよ。やめろ、痛い痛い、みんな見て見て、どうでどうだった。お前、あー、ちょっと、いけいけ、待て待て、いけいけいけ、やばいやばい、これマジやばい、マジやばい、やばい、やめるか、やめましょう、もうやめましょう。君はここで時間ロスをするんだ。やばい、盾が壊れる、盾壊れろ、まずい、盾壊れろ、ああ、ラギラギ。いや残念だったな、前に行けば当たらないぞ。うわー、後ろに下がりたまえ。さあ次はここだな。よし、なんかアスレチックみたいになってんなこれ。わあ、マグマブロックでアスレチックって嫌らしいな、ピノ。でもね、ピノさん、チロロ舐めすぎかな、これは。さすがに、いやこれ落ちたらどうしようかな、困っちゃうわ。あちぃ、ここは簡単だよね。あちぃあちぃあちぃ。さあでもね、ピノさん来たよ、もうお前の真下にいるぞ。3つの色のうちどれかが当たりです。なるほどね、じゃあ俺は自分の色の水色をいくぜ。いきます、ありゃふぅ。あ、え、あ、ちょちょ、あー、さあ何これ、おいな、あー、ゾグリンいっぱい、はーい、引っかかった引っかかった、最悪だ、初めからだ、時間ロスだ。よいしょ、次はな、今の俺のこの気分は真ん中だ、緑に行く、うーりゃー、あーなんだー、いいんだー、あー、見たり見たり、正解正解、おい、でも地獄まで落ちちゃうぞ。ちょ、深すぎるだろ。正解、チュロさんすごいね、運がついてますね今日は。いや深すぎだろ。よし、オッケー、赤だー、おりゃ、お、正解だった。さあこのはしごを登るか、肉気ピンのをぶっ飛ばせ。ちょっと時間食いすぎたな、頼むぞ、来たぞ。結構上がるなこれ。どうも、いないな、やつは。いた、いた、あー逃げた、待ちなさい、あ、わーちょっと何これ、死んだ死んだよ。よしよしよし、まだまだ時間稼ぐぞ。どこ行ったんだあいつ。負けないから、ピノチロルさんに。どこだ、ここだろ、この辺りにいる。どこ行ったんだ、危ない、ちょっともう一回上登りたいと思います。ピノさん逃げやがった、どこ逃げたんだ、やばい、時間がどん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 去ってる、くそ。よいしょ、確かこの辺り来てここにいたんだな。どこだ、あいる。よし行くぞ、今ゆりりか、やった。あー、ビビー、ビビー、はい、チロルはですね、ピノさんのセキュリティハウス約15分20秒かかりました。15分、さあ結構時間かかったな、難しかったぞ。続いてはピノが攻める番です。15分以内に絶対倒してみせます。じゃん、じゃあピノさんタイマー上がるぞ。はい、いきます、スタート。よっしゃー、15分もあれば余裕だ。来たな、我が城に。俺のセキュリティハウスはな、ピノ、うん、死んでしまうと有名なんだ。いや、それはセキュリティハウスだからね。やめろよ。ピノさん、この森は何もなさそうだ、気をつけていけよ。なんか隙間がある、気をつけろよ。おっと、なんだこの隙間、怪しいぞ。いや、ただの隙間だよ。うわー、上からやってる、死ねー、ああ当たったか、当てられない、当たったか、当たってないよ。え、倒せなかったの、当てられないよ。くそ、上だな、え、クソ、縫いやられたか、出られない仕組みなの。そうだよ、避けられたか。いや本当はね、当たってから倒すつもりだったんだけど。よし、まだ生きていたとはな、いい加減にしろよ。うわ、ガラスだ、来たな、うわ、こわ、マグマだ。皆さん気をつけろよ、これやめなさい、こら、やめなさい。
窓作ってんじゃないよ、起きろもう。やだよ、ひなさん早く来なさいよ、こっちに。何が、やった。閉じ込められたんじゃないか、ピノ。うわ、どうだ、やっぱりこういう、こういう感じ。違うよ、ピノ、見てみろ。そうだね。あ、なんだ、下がってんじゃないよ。おお、閉じ込めるつもりだったのに。なるほどね、貴様。オッケーオッケー、こういう感じね。何。あどうだ、これマグマトラップ地獄。さあ、出ることはできるか、ピノに。こうだ、こうだ。何、どう、うま、合ってる。何なの、待て、ここいけるか。おい、いけるいけるいける。くそ、見破られた。よし、どうだ、いけるか。わあ、熱い。くらくらい、熱い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 、あぶない危ない危ない危ない。くそ、もう早すぎるだろ、ちょっと来るの。危ない危ない危ない、逃げろ。熱い熱い熱い、パン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 、逃げろ逃げろ逃げろ。いやー、デスのね、デスのロスだけは痛いからね。早いな、ちょっとピノ、来るのが早すぎる。あれ、どこ行った、やばい、早い、どこだー。あー、あんなところにいる、出てにいる。あ、水だ、ほい、いた、危なー、ピノ、来るな。来る、それ以上来るんじゃねえ。ね、どうやって行けばいい。マグマの温泉に浸かってるんだ。ちゃんと体になってるんだけど。そうだ、え、ダサい。ダサいじゃねえ、ピノ行くぞ。強さが燃えるってことかな。ピノ見てろよ、行くぞ。何、俺はお前と戦うためにこの技を開発した。何十年、いや何百年かけた。いや、あれは100年前だったかな。そんなにかけてねえだろ。そうだ、今から2時間話するからちょっと聞いてもらおうか。いやです。ピノ、くらえ、行くぞ。これが俺の、お前に見せるために俺が作り上げてきた。うわ、何何何、究極の、あ、え、何その乗り物。緊急脱出装置。頭だ、顔ちっちゃくなった。顔を自ら歩かせることができるんだ。あ、じゃあな、ピノ、俺は逃げる。え、歩いてるの。当たり前だろ。どこどこ歩いてる。待って、お前じゃついてこられないんだ、じゃあな。早い早いって、あ、どこ、どこにさあ、ミノ、俺を倒してみろ、俺を倒してみろ、ミノ。逃げてる、追いつかないんだけど。よし、これエリトラがいるよ。死んだ。よし、勝った。これであと15分間逃げ切れば俺の勝ちだ。やだよ。これいけないよ、チロさんの血管。血管って言うなよ。血管マグマ。血管って言うなよ。あ、来た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 、まあ、よし、懲りないな、ほんとに。やぞ、ちょっと一回殴らせてもらっていいですか。あ、いいよ、やる、来いよ。攻撃される、これ、もしかして。でかい。踏むぞ、踏むぞ。え、なんか、なんかこっち薄くない。踏むぞ、こっちの髪薄くない。うるせえ、ほっとけ。今言っただろ、これは最強マシンだと。どこ。いや、もう攻撃することはできないんだ。当たり判定ないの。ないよ、これが俺が開発した最新の最強装備だ。あれ、届かない。届かない。じゃあな。届かないの。届かないさ、じゃあな。私はそんなマシンには屈しない。あ、あれ、消えた。うわー、落ちた。何に落ちた。あー、最悪だ、落ちた。あ、チューさん落ちた。あ、チューさん死んだんだ、やった、勝った。あ、最悪だ。もうこの血管、なんだこの血管。もう最悪だ。ちょっと待って、ちょっと一回一回、今なし今なし今なし。チューさん落ちたね。それ俺のやつ。それ俺のやつ。怖い怖い怖い。負けた。チューさん、チューさん返して。複雑な気分だから返して、それ俺のやつ。じゃあな、これからコンチローさんでいいよ。よし、行くぞ。ダメだ、チロル行くぞ。頭返せ。頭返せ、これねえんだよ、頭。返せ。はい、ということで、チロルヘッドがね、かっこいいなと思った方はチャンネル登録お願いします。お願いします。どうだ、俺のチロルヘッドかっこいいでしょ。ピノヘッドも作ってください。あ、あとで開発してやるよ。はい、ということで、ちょっと今回はピノさんの勝ちでしたね。チロル死んだ時間は6分30秒でした。おー、皆さんの方がですね、2倍以上難しかったということで、
男女クラフトモブ作り対決やっていこうと思います。イエーイ。まあ画面に消えてたな。ちょっといつもとは違います。おお。モブをオリジナルで作って戦います。マジですか。もう今回すごいもの見つけてきたんで、皆さんちょっと一回説明するね。うん。まずですね、このクォーツのこのエリアあるじゃん。このエリアで建築してください。はいはい、このエリアで建築してくださいと。広いね。まあかなりね、大きいものでも建築できますよというぐらい取ってますと。試しに俺が作るよ、モブを。おお、何を作ってくれるんでしょうか。モブを戦わずって言ってもさ、皆さんあんまピンとこないじゃん。なんて言いましたか。モブを戦わずって言ってもあんまりピンとこないでしょ。うん。まあ見てたらわかるよ、これ赤にピンク色。まあこれはちょっとね、一応テスト段階だからね。これチロルが作るモブじゃないからね、一応ね、どんな風になるのかっていうのを見せるために立ててます。またみんなは分かっているのでしょうか。さあこんな感じかな。お、だいたいこんな感じではなかったようです。どんなだったっけな。 こんな感じだ。よし、こんな感じかな。ジュンさん怖いですよこれ。怖いです。怖くないよ。また付け足してる。いや、それはつけるでしょ。こんな感じですかね。どう、どんな感じ、ピノさん。おお。怖くね。あとはこうして、こうしたら終わりだね。できました。ピノさん、できました。はい。はい。さあ、何ですか、名前言ってください。カービィ。はい、正解です。じゃあ、チロルが例えば、こういう風にカービィを立てたとします。うん。じゃあ、行きますよ、ピノさん。こっち来てくださいね。このレバーを引きますよ。おお。そうすると、行きますよ。せーの、ポチッ。え、消えた。え、今ちょっと処理中だから。あ、出てきた。おー、出てきたでしょ。え、あ、2匹になった。あ、ちょっとサイズが大きかったのかな。2体出てきました。どう、ほらこれチロルが作った通りでしょ。ほら、あ、ほんとだ、ちょっと似てる。ちょっとまあ、ブサイクだけど、まあちょっとカービィができましたね。こっちはなんかブサイクだな、動き方怖いです。苦しいんだろうね。大丈夫か。ちょっといきなりね、ごめん。じゃあ俺の、皆さん中スカスカだったから、ピノ。あー、そっかそっか。ごめんごめんごめん。あー、ごめん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 な、ちょっと不完全なまま召喚しちゃった。ごめんごめんごめん。あー、よし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 。それではよーい、スタート。うお。はい、じゃあチロル作るもの決まってるんですよね。よし、結構今回はね、大掛かりな建築になるかな。ちょっとこれ大変になるかもしれないけど、でも楽しみですね。これかなり面白いですよね。よし、こんな感じかな。うん、かなり大きいのを作りますからね。かなりでかいので、もう時間めちゃめちゃかかります。おそらく今から5時間ぐらい経てます。いや、6時間ぐらい建築します。はい、これでちょっと分かる人いたらすごいね。まあさすがにないか。こんな感じ。おー、いいですね、いいですね、いいですね。いいよいいよ。皆さん、はい、やってる、やってる。真面目にやってるか、ちょっと見に来た。どう？いや、ごめん、何も言えないこれ。皆さん、え、ちなみに皆さん、じゃあ何立てるかちょっとヒント教えてよ。決まったの？決まった。あ、決まったんだ。強くて可愛い。お、強くて可愛いね。うん、俺はめちゃくちゃ強いの作るから、ね、強いといえばあれっていうのも作るから。まあ、チロルさん頑張ってね。もう寂しい、寂しい、この相方寂しいよ。チロルさん頑張れよ。俺のこと何も聞いてくれない。聞いて欲しくて来たのに。皆さん、うん、ヒント教えてあげる。あ、そうなんだ。そうなんじゃない。そうなんだ。言ってないでしょ、まだ。わ、すごいね。まだ言ってないよ。はい、これは眉毛ではありません。さあ、一体ピノは何を作っているんでしょうか。まあ、チロルさんなんか強いの作ってるって言ってたけど、どうだろうね。何作ってるんだろうね。はい、ということで、ピノさんがね、準備できたということで、行こうと思います。よし、入っていいですか？いいですよ。ガチャ。閉めるの早っ。すいません、間違えたのかな。ピノさん、俺だよ、俺。おい、かなり時間かかったのでね、何ができてるか楽しみです。では、行こうかな。ちら。どう、顎。ピノさん、首細。顔でかいのに首細。
お、何か見えました、ピノさん。はい。いいですか。いいですよ。なんかピンク色の物体が見えますね。そう、予定より小さくしました。いきます。はい。でれれ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 れ、なんだ、なにこれ。ドラえもん。違うよ。鈴ついてるもんね。はい、ピノのトレードマークの鈴になります。おなに、クマちゃんだ。クマだよね、ピノさん。正解です。なんでトロッコ乗ってんのそれ。ピノが乗るためです。あ、なるほどね。ピンク色のクマだ。名前は、え、なに、あるの。ピンマです。ピンマ、ピーマンみたいな。違います。ピマです。あ、ピマなんだ。いや、可愛いですね。ちょっと全体写しておこうかな。うわ、お、ピノさん建築頑張ったね、これ。頑張ったね。すごい。でも結構時間かかったのには結構ちっちゃいな。途中ちゃんと作業してたこれ。なるほど、これはでもうまいぞ。どうですか。うん、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。これ確かに強そうだ。可愛いし強いね。ピンマ可愛いなと思った方はチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。お願いします。なかなか可愛いなこれ。可愛いよね。ここは譲らない。はい、邪魔だ、どけ。邪魔だ。はい、続いてチロルさんが作ったモブを見に行きたいと思います。お邪魔しまうま。お、早っ。なに、あ、みんなよ、お前早いんだよ、みんな。でかー。待て待て、な、ちょ、早い早い。え、なにか分かったのこれ。まだ分かんないでしょ。当ててみて、絶対分かんないから。ハギワギ。絶対違う。絶対違う。それわざとやった。ハギワギ。絶対違うでしょ。はい、ということでチロルが作ったのは青色のドラゴンです。あ、ドラゴン。どう、かっこよくないこれ。すごい。かなり膨大な時間使いましたからねこれ。目が美味しそうですね。うん、いや肉じゃないからねそこ。全然肉じゃないから。どうですかこのかっこいい、この歯ね。何でも食べちゃうぞというこのまがまがしい歯で。うわ、すごいよこれ。かなり時間かけましたからね。うわ、これはめちゃくちゃ時間かかるわ。どうです、これ今にも飛び出しそうな、動き出しそうなドラゴン。これがね、皆さんモンスターになるってイメージつくがよ。尻尾もねかなり大きいんですけど、まあ作りましたと。猫耳生やしとか。お前やめろよ。いや、いらねえよこれ。ざけんなよ。いらねえよ。このですね、皆さん、ドラゴンの名前は、うん、ドラルです。弱そう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 じゃないでしょ。勝った、これは。勝ってねえよ。勝った、流れは。まだ始まってねえよ、勝負。よし、じゃあ、皆さん、じゃあ、皆さん、モブにするところ、やっていきますか。はい。はい。まず、ちょっとね、この壁を取り壊しますか。それではね、皆さん、この壁壊しますよ。はい。いきます。お願いします。さあ、ついに5対面です。大きさが全然違う。ああ、もうこれ、決着ついてるよ、絶対。食べちゃうよ、これ、皆さん。いや、でも、顔は勝ってるな。確かに、顔でかいな。あいつ顔だけでかいな。よし、どっちからします。じゃあ最近ピノさんから行きますか。はい。まあ行きますよ。はい。失敗する可能性もあるからねこれ。え、いや、それはあるでしょよ。失敗、読み込み失敗したらなるから。じゃあ行きますよ、せーの、ふっ、いけた。あ、え、ピノさんせっかく立てたのに。あ、いる。あー、かわいい、ちっちゃい。はっ、すげえ。ああ、かわいい。うわ、すごい。ピノよりちゃんと再現されてる、見て。肉球あるんだけど。うわ、ほんとだ。え、あ、確かにこんな感じだったね、ピノさんってやつだろ。かわいい。いや、めっちゃかわいいじゃん、これ。え？え、乗りたい。え、めっちゃかわいいじゃん、これ。あ、意外と大きい。でかいよ、結構。ねえ。え、すげえ、かわ、え、めっちゃかわいいじゃん。イエイ、記念写真。いいじゃん、いいじゃん。かわいい、めっちゃかわいい、これ。かわいい。これめちゃくちゃかわいいよ。うわ、よし、これでも勝てるぞ、ドラル。このクマぐらい引き裂いてやってくれ、ドラル。皆さん、でも名前ピンクになってるよ。ピンマです、ピンマ。あ、ピンクすぎたからピンクになったんじゃない。まあいいか。まあ仕方ないよ。いや、チロルはブルーかな。じゃあ行くぞ、ピノ行くぞ。はい。覚悟しろよ。しないですよ。あ、皆さん、あとね、続いてにこれ言っとくけど、ほら骨ついてるから、骨。わ、ちゃんとついてるんだ。
チロルのこの骨をねつけて、一応俺の一味なんでつけてます。何した今、気をつけろよ。まずお前から倒すとピノ、気をつけろ。いやです、ごめんなさい。行くぞ。ああ魂よ、失敗しないでくれ、頼む。行きます。3、2、1。はい、消えた、はい、消えた。え、どのくらいの大きさになるんだ。頼む。あ、ちっちゃ。え、なんか小さく見える。え、でもすごくない。あ、ドラゴンって書いてる。なんでだよ、ブルーだろそこ。え、おお、見て、俺が作ったやつ、ほら骨も、骨もついてる。骨、骨、骨、骨見て、骨。どこ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 。骨、ほら。本当だ。え、すごっ。怖っ。え、かっこいい。乗れる？乗りたい。登ることできる？できないかな。すげえ。え、戦わせるか。動いてる。尻尾が動いてる。ね、すごくない？チロさん記念撮影する？するするする。絶対ピナより強いこれ。イエーイ。ちょっと動き回るからねこの子。チロさんのことやみたい。チロさん早く早く早く。あ、チロさんのことやみたい。早く早く早く。今今今今。はい。ひなちゃん見てー。なに？うちのドラゴン。あー、首輪がついてる。引っ張られてる。行くぞドラゴン。よし、いるぞ目の前、あいつだ、あいつが敵だからな。よしよし。犬かな、これ犬、犬だった？違うよ、ドラゴンだよな。よし、戦いたいなら、オッケーオッケーオッケー。ヒロさん、ピンマはなんだ、絶滅危惧種だから。あ、そうなの。大切に扱ってね。いや、俺のそうだ、俺のドラゴンもそうだよ。よし、行け、あいつ噛め、ドラゴン行け。あ、かわいい。行ってこい行ってこい行ってこい。行け行け、ドラゴン。どうだ、お互い興味示さないな。こっちこっちこっち、ドラゴン。ああ、ちょっと、やばい、頑張れ。何ピロさんの、パンチ、パンチしてる。ちょっと前、かわいい。行け、頑張れ頑張れ。チロさん噛んでる、それ噛んできてる。噛んでる噛んでる。やばいやばいやばい、負けちゃう負けちゃう負けちゃう。行け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 、頑張れ頑張れ、行け行け行け、頑張れ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 。噛んでる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 。行けないやしまった、行けないやしまった、これ。あ、ダメだ、カメ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 。あー、キキキキキキ、ほぶれ、誰か殴った今。痛くなった、もう最低最低。よし、勝ちました。チロル一応ね、ドラゴンにピノさん無知打ってたんだよ俺、今戦えようってハンデしてたのに食べられた。ピノさん、サバイバルモードにしよう。サバイバルモード、お前が敵取ればいいじゃん。じゃあそうだろ、入っちゃうよ。さあ、どっちが勝つ。来て、わ、すごい、カード噛んできてる。そうよ。あー、よくやったんだよドラゴン。美味しかったか、まずかったか、そっか。はい、ということで今回はチロルの勝ちです。やったよし、ということでピッチャー、今回はチロルの勝ちということで、はい、またリベンジ待ってるよピノ。男女クラフト公演対決、飛びすぎたんだ。どっちがすごい公園を作れるかだピノさん。うん、まあ、それじゃね、やっていこうと思います。はいはい、よし、向こう行け、俺はこっちだ。あの動物の群れに帰るんだ。じゃあね、チロさん、一人で頑張って。群れの中に帰っていった羊みたいになってるけど、やっはー。はい、それではチロさんの公園に遊びに行きたいと思います。お邪魔します。よー、来たか来たか、ピノ。うん、よし、ここがチロルの公園です。テレレレレレレ、うおー、わ、すごいでしょ。これ駐車場じゃない。あー、もうすごい、あなた本当天才ですか。うん、なんか顔でかくない、なんか顔ちょっと膨らんでるね。え、悪口言ってるのそれ。いや、悪口じゃないけど、そのベッドだけ触っといてね、一応ね。で、皆さん、ここなんとただの公園ではありません、超大人気公園です。まあ、何が有名かね、今から見てたらわかるから、ちょっとついてきて。よし、ここに立って、じゃあここ、ここ、うん、ここ、そこ立っといて。横断歩道だ。多分行列ができるで有名なのよね。あ、来た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 、お客さん来たね。来た来た来た、見て。あー、はい、フラミットさんがいっぱいいる。めちゃくちゃ有名で大人気で大行列ができるんですよね。うん。あ、え、これトイレじゃない？そう、トイレに大行列ができるんですよね。ピンクと青色ってトイレだよね。そう、これトイレで。そんなに入るのこのトイレ？あ、もうめちゃくちゃ、もうあの1000人ぐらい一緒にできますんでトイレ。ピノも入りたい。あ、どうぞどうぞ、いいですよ。いいの？うん、いいですよ。ちょっと横入
入りしていいかな。あ、全然いいと思います。もうスッと入ったらもう、うん、もう早い者勝ちだから何でもね。うん、ああ死んだ。これダメですよ、皆さんトイレ我慢してるんで乱暴なんですよこのお客さんは。めちゃくちゃね、ブチブチ言ってるのこっち。チロルの公園に行くには、うん、この駐車場のトイレをくぐっていかなければいけません。皆さん、この横断歩道をきれいに渡ることができるかな。これがチロルのまず公園ね。うわ、うん、トイレがまず大人気。車ならぬ村人。そうだよ、これ難しいぞ。当たったら、ちなみにね、この村人さんもトイレ我慢しすぎて乱暴になってるからもう倒されちゃうんで気をつけてくださいね。なるほどね。うん、さあ、皆さん行きますかね。あ、村人さんも自爆してるんだけど。いやー、すごい人気だな今日も。分かった、チロルさん。なんだ、行くよ。よし、急げ急げ。なになに、急げ。ここ空間ができるの。おお、そういうこと。賢い賢い賢い。おお、賢いな。行けたよ、ここまで。いいじゃん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 、いい感じじゃんそれ。横断歩道で止まると危ないんだけどね。そう、危ないから行った方がいいんじゃないかな。殴っちゃダメ、ダメだぞ、殴っちゃダメだぞ。殴っても倒せないか。殴るのはもう死なないか、村人さんは。皆さん、これきついんじゃないか。公園に。すごいじゃん。やった、攻略法があってね、これ。いけ、する攻略法。で、皆さん見てください。矢印、あ、間違えた。皆さん、この下のね、道見てください、これ。うん。これ何か書いてます。わかりますかこれ。矢印って言ったよね。うん。拾った拾った。拾ったね。そうなんですよ。これ実は矢印になってて、入り口がどこかにあるんですよ、これ。何この矢印。さあ、ちょっとね、まだ この奥にあるんだよ、チロルの。このアメチスト気になるね。あ、ほんと？うわー、来ました。そうです、なんとこのアメジストを飛ぶと、なんと公園の入り口にたどり着くんですよね。連動したんじゃないかな。さあ、どうぞどうぞ入ってください。じゃあ、うさあ、ようこそ。さあ、ここです、なんと。よし、来て。ようこそいらっしゃいました。ここがチロール公園です。生首公園です。ちょっと可愛くしといてあげる、この公園ね、入り口。よし、やめねよ。完璧だよ、チロールさん。もっと気持ち悪くなったよ。じゃあ、まず右手から行ってみましょうか、皆さん。はい。はい。うわあ、これは、ワニコちゃんではないか。はい、実はこの公園、ワニコちゃん飼ってるんですよ。おー。超ね、有名なワニコちゃんですよ。ワニコちゃん。一応、皆さん、ここ触れときましょうか、このベッドだけね。このベッドだけ触れときましょうか、ここね。あ、もう一回死ぬ？いや、死にはしないんだけど、多分。うん、閉まってるね。あ、ちょっと、そこの君。ちょ、開けてよ、ここ。お客さん来たからさ、開けて。起きてる。あ、今呼んでるから、ちょっとごめんね。何？うちの飼育員だから、ちょっと開けてもらって。あ、ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。よし、じゃあ入るわ、皆さん。うん、入って、どうぞどうぞどうぞ。どいて。あ、なにこれ、血が落ちてる。まあ、気にしないで、これ、あれだ、あの、あれ、あ、スイカスイカスイカの種だから。この中スイカ入ってるから、スイカ持って、ワニコちゃんの好物だから。うん、オッケー。ワニコちゃんに右クリックしてあげて。イエーイ、誰かスイカ大好物だから、皆さんスイカ持ってたら来るから。うん、じゃあもうちょっとワニンコちゃん触ってみようか。どこ触るの。まあどこでもいいよ、こっちだよね、触るのね。いや、こっちこっちこっち、正面からね、触った方がいいと思う。なんで口の中触るの。じゃあ、そうそうそう、触ってみてください。ちょっとね、ワニンコちゃんって言って右クイックでもしてみてね。ワニンコちゃん、あー、死んだ、やっぱり死ぬじゃん。なに、ほらなに、ほら、ほら、園長のチロル先生だぞ。ちょっと危ないんで、閉めておきます、これ、皆さん。危ない、危険だ、危険。閉めておきますね、ここ。ダメだよ、ワニなんて公園に行っちゃダメだよ。いや、申し訳ない、本当に。動物園じゃねえか。そうだね、ごめんごめん。確かに。いや、じゃあ次行きますか。うん。どっちがいい、まっすぐか左かあるんだけど、どっちがいいかな。え、どっちでもいい。まっすぐ行く？うん。じゃあ、皆さん、これね、一応ゲーム式になってて、まあ、そのボタンを押してみたらね、わかるんで、やってみてもらっていいですか。これ？はい。ほい。さあ、うわ、スタート。あー、どういうこと？何で知った。あ、実はこれハギワギが追いかけてくるんだよね、後ろから。そういうこと。さあ、スタートです。てて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 てる。さあ、逃げれるかな、皆さん。あー、ハギワギが今日スタート。いすげー。てて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 はってて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 て。皆さん、後ろ見て、来るから、ほら。あー、怖い。いすげー、いすげー、いすげー。あー、来るぞ。じゃあ、です。てて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 。焦っちゃってもね、ダメなんだよね。よし、もう一回だ。さあ、始まりました。てっててーてっててー、ハギワギ。落ちた。あー、水。よし。さあ、諦めないピノです。ゆっくり行ったらいいんじゃない、まだそこは。焦んなくていいよ。大丈夫、後ろ見て、まだ来てないから、ピノさん。後ろ来て、見て見て、来て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 。早くない？ハギワギレースに、もうなかなかね、これ。
ピノさん、時間食ってますね。まあまだね、曲がってないから大丈夫だよ。お、来た。お、お、よし、わー、ナイスー、ゲームクリアです。どうでしたか、ピノさん。もう、楽しいね。楽しい、うん、じゃ次のとこ行きますか。ちょっと今までね、公園らしくなかったんで、ピノさん申し訳ない。まあ、確かにね。すいません、テーマパークになってました、すいません。まあ、あのチロル公園はですね、ピノさん、うん、普通の遊具もありますから。はい、どうぞ。うわ、うん、これはこれは知ってるぞ。知ってる。あああああ、飛びすぎだトランポリンなんだけど。あ、落ちた。機関トランプ死んだし。あー、もう死にましたね、すいません。ちょっとあのバネ力強すぎました、ごめん。飛んだら絶対死ぬんだよね、このトランポリン。あ、そうなの。そうだよ。ちょっとやってみてくださいよ。まあやってやるわ。イエーイ。、はい、公園といったら滑り台。もうそうです、やっぱりね、チロル公園ももう普通のものを作ろうと思って。うん、はい、こちら乗ってください。え、ここに乗るの。ジェットコースターじゃん。あ、まあ滑り台ですよ。はい、大丈夫、乗ってください。押しますから、僕。いってらっしゃい、森の冒険へ。イエーイ、行ってらっしゃい。わー、綺麗。痛い。え、はい、ゾンビいるって、なんなん、はい、ゾンビがいるって。無理じゃん。大丈夫かな。無理だこれ。おー、いっぱい湧いてる。おお。あ、ごめん、なんかあれ工事ミスだったのかな。ごめん、ピノさん、ごめん、なんか工事ミスだった、ごめん。ピノさん、ゾンビいたよ。あ、ごめん、なんかあれ、ピノさん、これ落としたよ、一匹目で。おー、ノイノイス、鉄のインゴット、おめでとうございます。はい、ということで、まあこれがね、チロルの公園でした。はい、はい、どうでしたか、ピノさん。楽しかったね。楽しかった、よかった、うん、よかった。まあちょっと結果、日が多いようですけどね。まあこの公園はですね、うん、何かにつけ、死んでしまいますね。あ、そうだね、確かにどこでも死んでたね。うん、はい、ということで、チロルの公園ね、死んだけどね、めちゃくちゃ楽しそうだなと思った方、チャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。いや、もうさすがチロルだな、これな。まあ、流行るでしょ、現実だったらないな。まあ確かにな。はい、ということで、ピノさんの公園に行こうと思います。すいません。お、なんかいきなりおしゃれな感じが出てきましたね。ここがピノ公園ですか。ようこそピノピノパークへ。お、ピノピノパーク、かわいいな。この階段から登ってないんですかね。ダメです。あ、ダメ、すいません。はい、真ん中を通りなさい。あ、真ん中なんだ。はい、入場記念です。はい、あ、ありがとうございます。これ使いますからね、ちゃんと持っといてくださいね。はい、ありがとう。ピノマルマルの頭だって、やっとゲットしました。この頭がですね、はい、きっとチロさんのお役に立つでしょう。マギ、うん、マギか。バカにしてる。してない、してない。バカにしてるよ、ね、すみません、してませんね。おお、これがピノ公園か。なんか公園っぽくなってる、ほんとに。公園っぽいぞ。え、めっちゃ公園っぽいぞ。なんかいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ちょっと一個ずつ案内してよ。え、じゃあまずこっちから見えてるやつね。お、これ何、この動いてるね、珍しい。ピノさん動かしてるて。どうぞどうぞ乗ってください。あなたいいんですか。一緒に乗りましょう。え、何、あ、これまさかシーソー。シーソー、シーソー。これはもう見たらわかるよね。そうだね、これすごいね、うまくシーソー作ってます ね。面白いよね、これ。面白いね。頑張って一生懸命作ったよ。へえ、いいですね。ピノさん考えたんですか、これ。いや、海外の人見ましたね。すごい、画期的だよね、これ。いや、これすごいね。皆さん、ほら、はい、真ん中になんかありますね、このピノピノパークのシンボル。あ、シンボル、ほら、なんか儀式的なあれですよね、あれ。見て見て、ほら、近くで見ていいですよ。あ、はい、ほら、美しいお顔がね、あ、地方をね、はいはいはい、本当だ、見守っております。あー、これ秘宝見守ってんだね。そう。あー、そうなんだ。ピノピノパークのシンボルだよ。あ、そうなんだ、これ。なんか悪魔的な何か呼び寄せてんのかと思った、これ。違いますよ。じゃあ次、お花畑行こう。お花畑、うん、こっちかな。お、これチューリップのさ、ピンクのチューリップで埋め尽くされてるね。うん、なんか一匹化け物いるけど、あそこ、あれ、お花畑の住人じゃないよね。え、これハゲたもんですけど。なんでハゲたもんいるんですか、ここに。これ青いの入ってますけど。あー、青いのはね、まずか、待って、チロルじゃないですか、これ。もしかして、あ、チロル、チロルの色入れてくれたんじゃないですか。ありがとうございます、本当に。いや、やっぱいい相方だなと思った、これで。これがチロル。え、違うよ、この青い花は、うん、ピンクのチューリップになれなかった花だよ。何その、ピンクなれなかったって、何その、落ちこぼれみたいな、うん、落ちこぼれじゃない。なんでだよ。あ、なんとですね、このお花畑にゲームあるんですよ。え、ゲームがあるの。あ、うん、何ですか、ゲーム。ピノピノパーク、一本だけ違う花を探せーゲーム。おー、はい、どうぞ。そういうことか、はい、10秒以内に一本だけ違う花があります。あ、これ青ではないんだ。違います、一本です、一本。このチューリップと青以外にあるんだ。10秒以内に見つけてください。10秒ね、オッケー、よーい、スタート。オッケー、どこだ。2、3、10秒やったら全部回れそうだけどな。
くよ。いけ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 。7。邪魔だよこれよ。8。どこだ ?9。10。あった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 ありましたありました。ピピピピピピ。ありました、ここ。あー、チロルさんは眼科に行った方がいいです。もう舐めてんのか。というゲームでした。いやでも面白いゲームだったね。すごい原始的で。原始的ごめんごめん間違えた。原始的そうユーモアがあって楽しかったね。ありがとうございます。本当に楽しかったです。はい、ここ何ゲーブランコだよ。あ、ブランコなんか見て。見てきていいよ。怖いこれ。なんか怖い。こっちも見てますよこれ。そうだよ、見てるんだもん。監視してんだ。うん。あ、監視カメラみたいなもんか。うん。これブランコいいね。木から倒れたブランコですね、これ。うん。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。どうですか？いや、可愛いと思うよ。座れはしないんですけど。うん、でもいいと思う。揺れないけどね、なんか。揺れませんよ、そりゃ。いや、いいと思います。楽しいですね。で、ここでチロさん。チロさん、目の前に立って。チロさんを攻撃するっていう。あ、相撲だね。よしよし。あ、なんかクリエイティブになってないか。ずるくないか。絶対に私は負けない。勝てるか。あ、チロさん、なんかあるね、これ。なんだろう。わざとらしいな。もしかしたら、何かを投げると、何か起こるかもしれないね。うん、そうだろうね。なんかわざとらしいね。うん。なんだろうね、これ。お、投げた方がいいのかな、これ空気読んで。いや、投げてみようかな、これ、あれなんかあるから。いや、おい、お？あ、なんか出てきたよ、チロさん。出てきたね。しらじらしいな。なにこれ、チェスト出てきた、ピロさん。開けていいの？チロさん、どっちがいい？え、どっちしよう。右にしようかな。チロル、右利きだから。右ね。うん。いいよ。いただきまーす。何が入ってるかな？なんかいいものください。ダイヤモンド。こっち何入ってんの？これバスケットだよ。あ、これバスケットか。ピクニック。あ、ピクニックセットだ。どう？こっちは何が入ってる？あ、いっぱいなんか食べ物入ってるよ。あ、じゃあチロさん、これ取って、飾り付けしよう。あ、飾り付けするんだ、これで。あ、面白いじゃん、なかなか。はい、これで完成。おー、ピクニックセットが出てきて、設置できると。いや、めちゃくちゃ面白いな、これ、ピノさん。ちょっと映え意識してみたんだけど、どうかな。そうだね、ちょっと映えるね、これ。いいと思うよ、この価格。こっち何これ？こっちラストですね。これなんか、あれだね、いい感じだね、こう。ここはですね、祈りを捧げる場所です。あ、お祈りする場所なんだ。そうです。あー、なんか確か神秘的なね、感じするね。ピノさん、こちらへ、はい。あ、すいません、はい、何ですか？ここですか？この上に乗って、あ、ここで。そして例の物をこのピノピノパークに捧げてください。あ、これのことですか？あ、また感圧板なんですね。これ投げたらいいんですね。後ろ見てください。暗くなった。いきますよ。うん、そーっと見ていきます。なに怖い。あなたはたくさんのピノちゃんに見守られていますよ。怖いよ。呪いだよ。安心してくださいね。呪いの儀式だよこれ絶対。安心してね。いや、安心できねえよこれ。見てるよ。確かに本物もいるし。展望台がありますよ。あ、そういえばこの一番ね、階段登ってなかったな。そういえば最後に登るやつだったんだね。なんかかなり見晴らし良さそうだね。おお、かなり高いよ。おーおー、結構いいじゃん。おお、チロさん、この真ん中に立ってください。どこに立てばいいんですか？ほら、真ん中側に立つと綺麗に公園を見渡せますよ。おー、ほんとだ。ねえ、綺麗でしょ？めちゃくちゃなんか四角になっててね、こう見るとさ。いや、いいじゃん。これがピノさんの公園か。うん。あー！はい、ということで、これがね、チロピノ公園でした。はい。皆さんね、どっちがいいかね、コメントで教えてください。はい。はい。男女クラフト秘密基地ゲーミング部屋対決。今回ですね、はい、秘密のゲーミング部屋をお互い作ります。おーほーほー、どちらがいいかみんなに判断してもらおうと思います。はい。これしかもね、皆さん秘密基地も入ってるからね。うん、見つからないゲーミング部屋だよ。はー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 。もうチロル、もうどこに作るか決めてるよ。君の心の中で。あっち行けよ。来ちゃった。よし、ピノは穴を掘っていこう。よーし、掘っていくよー。はい、ただいま今が建築してるんですけど、ちょっとピノさんにね、ちょっといたずらしようかなと思います。ゾンビのこれ、卵持って、さっき見るとね、なんか穴掘ってたんで、ここにちょっとゾンビの卵を入れちゃう感じだった。いるかな。あ、いないね。いきまーす。もう超しょ、なんだこれは。なんか上からいじめられてる、もしかして。あー、成敗成敗、悪いやつも成敗。
さあ皆さん来ていいですよ、どうぞ。邪魔します。どうもこんにちは。こんにちは。元気だね。はい、ここがチロルのてるお家です。この中にゲーミング部屋があるので探してみてください。すごい色ですね。いや色はいいじゃん、青色だよ青色。なんだこの色。いやジロールの家だってそう、なんだこの色じゃなくて、いいの色じゃないのよ今回は。あーそうですね、はい、だよ。失礼しました。そうですよ、ピロさん探してみて。もう何これかわいい。あ、これ一応ねろうそくですね。かわいいでしょ。へー、これ何、スイーツに見える。これね、スイーツ型の机です。ほうほうほう。あ、何、どうした、え、なんか見えんの。え、動いてる。何これ。全然わかんない。え、動いてんの。本当、どこ、どれ、これ、頭おかしいの。演技だろ演技。見つかっちゃった。え、見つかったのこれも。まあこれなんかヒントですよ。まあこれでもそれ何かできるかなって話だよね。なるほどね、うん、まあそこだけじゃ答えじゃないから。ちょっと違う部屋行ってみますか。あー勝手に入るんだ。ダメなの。いやーこれ。さあ、どこにチロルのゲーミング部屋があるか探してくださいね。お、暗い。あーちょっとね、薄暗い感じの。まあここで勉強とかよくやってますかね。はんはんはん。キロルさんの心の中を表しているんですね。そうですね、ここにこうやっていつも座ってね。で、趣味が悪い。ここチロルの勉強部屋です。キロルさん、すみません、発見してしまいました。え、あ、レバーね。あった、ありました、このチェストに。あ、ほんと、よかったじゃん。はい、超秘密基地どこにあるかね。え、ここにつけるのかな、もしかして。そんなね、ありきたりなやり方じゃね、ダメでしょ。あー、ありましたね。あれ、こいつうまくいくな。あれ、なんかあれあれ、今回ちょっとすんなり見つかってますね。今からよ、今から。なにこれ。あー、出ましたね。まだ秘密のゲーミング部屋ではありませんから。なにここ。いや、庭ですよ、庭。さあ、どうだろうね。あ、これじゃない。なに、え、見たことないよこの花。いや、合ってるでしょこれ。いや、あるんじゃないかな。なんか出てきましたよ。すごい、なにこれ。触んない方がいいと思うよ、あんまり。やめた方がいいと思う、ピロさん。スイッチに見えるね。いや、多分これ変な花だ。やめ、せーの。うわー、え、レバーが倒れて。スイッチ出てきた。え、すごい、起動完了。すみません、なにこれ、ちょ、触んない方がいいよ、多分やめた方がいいと思う、これ。え、これでしょ。違うでしょ、なによいしょ。うわー、来てしまったか。え、すごい、チロルの秘密のゲーミング部屋。なんとね、庭からスイッチが出てきて、スイッチの中を通って、うん、この特別エリアにやってきました。え、すごい、これ、すごくない、秘密基地。いいね、青で統一されていて。はい、でもここが秘密のゲーミング部屋ではありません。え、違うの。違いますよ。確かにね、こんなスイッチ1個でゲームできるか。できるか。おい、任天堂に謝れ。できるか。できるよ。できるね、うん。何やってんのそれ。この動画するとかさ、泥棒なんじゃないのやって。探ってます。探ってる、やめてよ。探ってます。いや、ここ落ち着くな、やっぱり。え、何もないですね。わからない。まあ難しいよね。入れるとか。海岸の裏、壁の中チャレンジやってますか。うん、いや難しいだよね。たどり着けるかできないかって話では難しいか。チロルさん、何、気づきましたよ。あ、気づいた。なにこの中にね。ほうほうほう、なに、ありえない絵画があります。もっとでもありえない絵画があります。もっとでもありえない。どういうこと。なにそれ、どういうことそれ。こんな汚い絵画はないです。おい、汚いって言うなよ。汚くないでしょ。何が汚いの。ちょっとクリックしてみるね。なに、違うのかな。あ、動いた。あ、動いた、動いてる。あ、認証成功、おめでとうございます。あなたは秘密の扉の部屋を開けたみたいです。どこ、やばい、バレてしまった。え、何も落としてないよ。開いてる。あー、やばい、バレてる。え、この家はあったの。やばい、なんと認証コードを入力されてここの秘密の扉が開きました。いや、ここのは本当入れなかったよ。あー、 あー、ここがいろいろの秘密ゲーミング部屋です。おお、なにこれ、消しゴム。違うよ。インゴット、ネザライトインゴットだよ。いっぱい集めたんだよ。そしてここに座って、いつもこうやってゲームやってるんですよ、キロブラ。
長さん、魚が死んでる。いや、魚…いや、死んでない、生きてるよ。魚が死んでます。生きてる、生きてる。大変です。生きてるよね。生きてる、生きてるよね。生きてんだよ。みんな必死に生きてんだよ。はい、ということでここがチロルの秘密ゲーミング部屋でしたね。はい、これでも普通の人なかなかたどり着けないと思うけどね。いや、難しいね。でしょ。ってことでチロルのゲーミング部屋ね、めっちゃすごいなと思った方ね、チャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。おあれ、はい、ここにやってくるというシステムですね。なるほど、これ気づかなかった。気づかなかったでしょ。うん、よし、行くぞ。よし、お邪魔します。いらっしゃいませ。よし、いらっしゃいましたよ。どこ向いてんですか。どうぞ。どこ、そこ誰もいませんよ、ほい、上に。もしかしてここからも探しが始まってんの。はい。なるほどね、秘密のゲーミング部屋探しも始まってんだ。うん、頑張って。何この木、探す場所を頑張ってね、広いよ。チロルと比べて探す面積多くないか、これ。頑張って、広いよ。ヒントないの、ヒントないよ。ないあ、あるかもね。あるかもしれない。うん、なになになに、あるかもしれないし、ないかもしれません。わかんないわかんない。あ、なんか皆さん、ある子見て。あ、それ出口ですね。見ちゃいけないもん見ちゃった。見ちゃいけないもん見ちゃった。ピンクのこのチューリップがなんか鍵を握ってるとこじゃないの、これ。おっと、じゃあチロルさん、こちらへどうぞ。何、当てたのこれ。何何何。さあ、あなたはどの花をお選びになりますか。あー、なるほどね、この花のに道ができてるんだ。はあ、これはピンクでしょ。いらっしゃいませ。どこだ、なんかまた戻ってきた、戻ってきた。戻ってきた、何これ。あっ、おっとおっとおっと、おーおっと、わーい、来た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 。ここだ、ピノさんのゲーミング部屋。来ましたね。来た。何、では第一のお部屋へどうぞ。第一のお部屋、ここ。じゃあ入ります。ここがゲーミング部屋ですか。はい。何ですかこれ。チロルくん、はい、何に見えますか。え、なんか仮設トイレ。トイレじゃないでしょ。いや、ここトイレじゃないな、ここ。今回はゲーミング部屋を作るということでですね。はい、何ですか。ゲームにちなんだお部屋を用意しております。あ、ゲームにちなんだお部屋。うん、ここがなんかゲームに繋がってるってこと。そうです。え、何、こんなゲームやったっけ。おいおいおい、何、おいおいおい、今これマジかよ。マジかよ、やばい。これなんか魚と釣り竿がある。あ、待って、斧とかあるね。あー、なんか分かったぞ。分かった、いくよ。集まる動物の森の世界ですか、ここ。正解です。うわー、もうちょっと分かりやすくしてほしかったな。ポストと黄色いテントなんだけど。黄色いテント、初期のね。正解しないと次の部屋に進めません。あ、なるほどね。問題、じゃじゃん。チロルさんのあつ森の島の名前は。あ、チロルのあつ森の島の名前。チロルに没頭です。それはピノちゃんに没頭です。あれあれ、チロルさん、思い出してください。みんなに謝ってください。皆さん、本当に申し訳ございませんでした。でもね、惜しいんだよ。チロルが没頭だ。正解、正解。おっ、来たー、来たの。よっしゃー。はい、あ、レバーです。ゲットしました。どうぞ。次の部屋だね。そうだよ。あ、ここか。懐かしかったね、あつ森。いや、懐かしいよ。ちょっとなんか、心に刺さるものがあったね。あった、本当に。ここ、あ、まだなんだ。第二の部屋。あ、これなんか見たら分かるぞ、これ。問題、ハギーワギーが追いかけてくるシーンでピノがハギーワギーを見て言ったことは。言ったし、あ、チロルだ。正解。イエーイ、チロルさん来たよです。だよね。ということで、この部屋からレバーを探してください。な、何の何の問題だよ、じゃあそれ。何の問題それ。あ、でもね、本当のハギーワギーはこの樽の中に入ってるからね。関係ありませんでした、今の問題は。なんだ、時間返せ。あ、なんか本当羽弁が入ってます。おっと、それをどこに設置するんですか。まあ、ほんと羽弁って言ったらもうここしかないよね、ピノさんね。いきますよ。おお。うわぁ、ガシャンって言いました、ガシャンって。ガシャンって言いましたよ。この辺りからガシャンって言いましたよ。どこですか。あー、開いてる。うわ、あ、レバーだ。次どうぞ。はい、次行きますか。以上、ポピープレイタイムでした。あ、ポピープレイタイムだったんだ。続いて、お、こっちか。行きます。はい。続いて、ロブロックスの部屋です。あの、これしか思い浮かびませんでした。いや、これどんなブサイクの顔見たことない。なんだこれ、誰の顔だこれ。問題です。はい、レインボーフレンズチャプター1の動画から。はい。お、初めてグリーンが登場したシーンで、うんうん、チロルさんはグリーンに何と言った。ピノさんのお母さん。ブブー。
まるまるにするぞお前パテナ。まるまるにするぞ。ネギにするぞ。ブブー。唐揚げにするぞだ。正解。わあ思い出した。はいどうぞご褒美です。難しいなこれ。ここかじゃあ。どうぞ次。お次何の部屋だと思いますか。柔らかい頭軸だ。残念。違った。違う。違うか。マインクラフトだね。正解です。まあこれ置いてね。ジロップの語らないから。はいどうぞ。ガチャ。何これ。ここは何の世界でしょう。あ、ひとマスって書いてる。正解。ひとマス。チロピノのマイクラはひとマス生活から始まりました。まあ黒歴史みたいなもんだからね今ね。初代の男女ひとマス生活パート1から問題です。はいドルン。最初に出てきたモブは。まあでもわかる気がするな。チロル豚です。正解ですよね。豚ですが、はい、豚が出現した時にチロルが放った一言は。もうこれもね。覚えてますよ。覚えてる。ピノさんですよ。やった。じゃあ次の陸地どうぞ。やった。これ簡単だ。覚えてるからチロル結構。ピノさん早くこっち来てよ。違うから。昔はそんな感じじゃなかったよ。違うから。違うからのちょっとこれ。人って変わっちまうんだな。変わっちまうんだよ。巨大の男女一マス生活パート3から問題。難しいな。さ、はい。パート3。時のは狼をペットにしました。はいはいはい覚えてるぞ。チロルは。なんと名付けた。うわーこれ難しいな。ペントガウスマサシ。違います。ペントラス3世とかじゃなかった。違います。わかんないよな。でも今のチロルさんからすると結構普通の名前だね。あ本当。うん。あポチだ。正解。ポチって名付けたっけ。チロルさんこの小屋に見覚えありますか。ないです。続きまして、ひとマス生活で100日サバイバル生活から問題です。またですか。はい。65日目。65日目。ストライダーが出現しました。おーおーおー、ストライダーね。そのニックネームは。こいつの名前はハゲダモンだ。ハゲダモンですが。あ、ですか。あれその時ピノはハゲダモンとチロルに向かって。なんだ。あることを言いました。うん、難しいな。え、何と言いましたか。ハゲダモンとチロルに向かって。そう、チロさんがここに立ってて、そうそうそう、うん、そんな感じで立ってて、ハゲダモンとハハハハンって言いました。わかった。なに。バカダモンだ。正解。なんか言いそうだったよね、悪口ね。わあよくわかったね。やった。イエーイ、やったクリアした。これ何。どうぞ。ここが、いきますよ。はい。うおなにこれ。かっこいい。ゲーミング部屋だ。さあ到着しました。ピノのゲーミング部屋。うわすごいな。これかっこよくない。なにこれ。なんかちょっと光ってない。なんかゲーミングっぽいねこれ。うわネオンライト風にしてみました。うわかっけーこれ。すごい。もうかわいい。しかもこうやっていろいろあって。秘密のクイズを答えないとクリア、ここまでたどり着けないのか。そうそうそう。なるほどね。めちゃくちゃ難しかったね。はい、ということでここがピノのゲーミング部屋でした。はい、みんなね、どっちの秘密基地ゲーミング部屋が良かったですか。たくさんねコメントしてください。はい。動物の好かれるお家を作ろう。イエーイ。動物に好かれるお家を作るんですよ。見てください、後ろに見えますね。おお。でね、青とピンクの家があります。かわいいね。かわいいね。うん。それぞれね、今からこの家を動物が来たがるような、うん、素晴らしい家に仕上げていきましょう。はい。どっちがたくさんの動物を呼び込めるか勝負です。よし。ポイントって出てるね。そう、じゃあちょっと試しにやってみようか。まずね、これハチさんが好きな養蜂箱ね。ふんふんふん。で、こうハニカムブロックとか置いて、あと今回ね、マインクラフト上でね、通常ではないけど特別に今回は可愛い家具を入れたのでね。可愛い。チロルの家に動物がやってきた。ほら、こんな感じでやってくるんですよ。チロルの家に。来てる来てる。ハチが来た、ハチが。ほら、12ポイントって書いてる。ほら。12ポイント？あ、消えた。あ、消えた。あ、ポイントこれ見て12ポイントになってんだよ。あ、本当だ。動物が住みやすかったらこうやって寄ってきたりとか、まあ可愛かったら寄ってきたりとか。ほんほんほん。なのでこれ今どっちがねポイントが最終的に高いか、勝負していこうと思います。はい。皆さんよーい、スタート。スタート。よし。2階があって、あーそんなに広くないのか。うん、じゃあちょっとあれだね、考えておかないとね、物だらけになっちゃうな。もうかわいいじゃんそれ。なにかわいい。かわいいよねこれ。こんなのどう。どう。なに。
なにこれ。なんかご飯がいっぱい。なにこれ、皆さん好きかな。ハムサンドイッチだね。あ、美味しそうだね。美味しそうだね、これ使ってよ。かわいいねこれ。チロルも置こうかな。かわいいよね。ねえ、おいおい、やめろやめろ。これ美味しそうだね。食えねえよ、高すぎてこれもう。やめてよ、人の家にねチョコ出すのやめてくださいね、ほんとね。先出したのは誰だっけ。あれうわ、かわいいこれ。いいねいいね、うわ、もうすかわいい、かわいい。この中にアイテム入れられるんだ、すごーい。よくない？どん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 可愛くしていこう。うん、そんな飾り付けも大事だね。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。かわいい。かわいいな。ひがもんじゃね。動物やってきた？あぶた！2ポイント。あ、2ポイント。おー、なるほどね。え、チロさんと10ポイントも離れてるの？あれ、皆さん動物によってさポイント違うんじゃん。あ、本当だね。ね。豚は2ポイント。へえ。じゃあちょっと動物が来てね、あ、すぐ寝られるようにめちゃくちゃ可愛いアイテム見つけたから。おーおー、どう、おー、これ来たくなるんじゃない。どうどうですかこれ、キノコ。なんか雑だな。うん、まあでもなんか可愛いんじゃない。どう、おー、すごいな。え、なんか優勝じゃないかこれ。もう、うわ、あー、意味ね。おお、どう？あ、チロ、ピロさん、やってきた、やってきた、ピロさん、来たよ。え、いいなー。あ、ニワトリ、ニワトリ、ニワトリ。うわー、いっぱい。何ポイントだった？10ポイントだ、もっと。うわー、すごいね。逆にピロさん、この蜂いっぱい置いとくとさ、あの蜂がやってくるとか説ない？そういう説ない？え、いっぱい来てる。ほら来た蜂。俺言ったじゃん。え、いいの？こうやって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 。やったー、122ポイント。なあ、もう俺も置きまくろう。リードリード。よーし、窓ガラスをですね張り替えていきましょう。あら、かわいい、ピンク色の窓ガラス。え、めっちゃかわいいねこの窓ガラス。なんかパリンパリンいってるぞ。はい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 、よし、外から見るとどんな感じ。おー、来た、え、何来たの。うわ、馬さんが来たよ。え、なんで、うわ、可愛くなってる窓ガラス。よし、チロルはね、ちょっとここね、物置いちゃったけど、蜂さんね、ちょっと壊して、やっぱね、キッチン大事だなと思ってキッチン作りたいと思います。角を蹴るのでね、こうやって角ね、はい、こうやってね並べていきましょう。ただね、ここキッチンほら、あー、可愛い。そうだね、ちょっともうちょっとこの辺にしようか、こういう感じで。いいね、 ありそうありそう、こういうのあるあるある。で、上にもね、棚を置けるので、で、上に棚を置いて、おお、見違えるぐらい素敵になったね、これね。あ、これって止めるのか、なるほどな。だいぶ良くなってくるな、これな。ほら、来た来た来た、ほらほら、豚来た、豚来た、ほら、来た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 、イエーイ、豚来た、豚、豚、豚ラッシュー。かわいいキッチン置いたらね、見て。え、何これ。チロルちょっとおしゃれにしようと思って。おー、草生えすんじゃねえよ。キッチンだって、ここ庭じゃねえんだから。庭じゃないんだから、やめてよ皆さん。そうだそうだ、あるあるある、こんなの、こういう、あるある、長っ。よし、皆さん、こういうサボテンとか置くのどう。こうだから、こういうのほら、あ、可愛いねこれ。こういうのどう。イケアとかに売ってそうだね。そうだね、イケアとか。あ、ビラン来たよ、動物が。何来るの。あ、やっぱこの、うわー、ニワトリさん。ニワトリか、まあ、ちょいポイントだな、ちょいポイント。ピノがリードしてますからね。チロルもね、ここの上にね、何か置こうと思ったのと、これ、ね、本とかね。あ、いいじゃん、これとか。あー、かわいい、見てほら、サボテンさっき置いたから、じゃあこれ置こうかな。なんか、あ、鉛筆とかね。え、めっちゃかわいいじゃんこれ。結構部屋のね、雰囲気だいぶ良くなったけどね。ほら、来た、あー、来た、ほら、馬の馬の馬行列、馬行列。死んでないか、大丈夫か。お、馬行列72ポイント。じゃ、ピノさん、ちょっと工事入ります。すいませんね、リフォーム入ります。何ですか。ちょっとね、とてもいいのを見つけたので。どれどれ。なんかさ、面白そう。何これ、可愛くないと。金庫。あ、違うのか。なんかマガマガしいもん見つけたからさ。何これ、え、猫かな、わかんない、なんかマガマガ。なんか怪しい雰囲気のね、キッチン作る。いらないよ、キッチン2つになるじゃん。いらないよ、なんか薬調合してそうだよ。あ、ほら、なになに、やばいって、絶対クリーマーだよ。あ、壊れてない、よかった。あ、壊れてる壊れてる壊れてる。ポイントマイナス、なんかなってマイナスに。嘘。ごめん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 、ダメダメ。あ、なくなってる。ダメだダメだ。
あーやっぱりあれだ、ペラさん、変なもん置いちゃうとやっぱマイナスになっちゃうんだね。すいません、うちのピッチロールが、すいません。あ、いいよいいよ、どうぞ、お帰りください。許してくれるの？うん、いいよいいよ。ありがとうございます、すいません、もう全然いいよ。もう二度としませんから。うん、来ないでね、二度と。ありがとうございます。出禁になっちゃった。やっぱ変なの置いてしまうとああなっちゃうのか。チロルもね、気をつけないとね。うん、あれなんかマガマガしいものとか特にやっぱダメだ。ほら、はかりとか置けるのよね。可愛くない？このはかり。ね、料理に必要でしょ。壁と同じ床にしちゃおうかな。はい。いやもうすごいぞこれ。チロルの部屋かってくらい可愛くなってるからね。よしね、椅子置いてあげて。なんだ？なんか音すんだ、なんか、どこ来る？あ、なになになに、よし、なんだこれ、汚いこれ、どうすんの皆さん、これもうこれどうすんの、なんか来て皆さん、うわー、なんだお前ら、なんだお前ら、なんだお前ら、お前ら、え、ちょっと急げ、わーい、ダメダメ、おだ汚いこの洗いもしないもどっから侵入、もう泥棒からこんなとこから侵入しやがって。わーい、もう最悪でマイナス100。仕返し仕返し、よいしょ、もう建築中。あ、羊の群れ、なになに、なに、ほんとだ、え、たくさんいるよ。え、見てポイント、え、50ポイント、え、50、高っ、ちょっと、うち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 に来て、あ、小麦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 、よし、え、あ、なに、種だったんだよ。なに、よしよし、カモンカモン、カモンカモン、ピンクルート300ポイント、おいでおいでおいで、こっち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 来て、みんなこっち来て、こっちこっち、カモンカモン、家に入れるのかな、いや家だね、いやいや、みんなおいで、こっちこっちこっち、みんな来て、こっちこっちこっちおいでよ、こっちこっち、あー、ひとつひとつ気に入った家に入ってく、いや、こっちこっちこっち、こっちだよ、こっちこっち、ちょっと、こっちこっち、よし、よしよしよし、322ポイント、やった、925ポイント。あのね、ペットっていうのはね、こう遊び道具っていうのは大事だからさ、そうそう、床とかにこうね、紙とか紙ね、置いて、ブックタワーなるキャットタワーと、ほらこれキャットタワーみたいな、どう、こういうなんかさ、遊び心大事だよね、だいたいね、こういうのが、お、黒木が来た、来た来た来た、ほら見て、え、なになに、オオカミ来た、オオカミ、うわ、いいな、イエーイ、入って入って、イエーイ、お、オオカミは5ポイントか、入れ入れよ、うっとも、いよいよ、見て、キャットタワー作ってる、来た、ブックタワー、これ遊び心あるかなと思って、なんか散らかってるな。散らか、あ、冷蔵庫だ、冷蔵庫、あ、かわいい、何置くの、え、かわいい、なにこれ、テーブル、え、すごい、ええー、あ、よし、ぴったしだ、すげえ、どう、あ、すごいね、あ、ほんとだ、ヒロさんの方はお皿空っぽにしとくね、ちょっと、あ、でもここいいね、なんかいい、おやつ食べれて、これかわいいんじゃない、結構、あ、動物やってきちゃって、え、どこどこ、あ、猫だ、あ、かわいい、10ポイント10ポイント、うわ、1000、うわ、1000を超えましたよ、やばいやばい、ここやってね、こう置いて、遠くからゾグリンの群れが向かってきてる、なになに、ゾグリン、え、ゾグリンってマイナスだったぞ、あ、なんか落ちてる、なにこれ、え、銃だ、なに、遠くからゾグリンの群れって、チロさん、銃拾った、ピラザだ、ピラザ、ピラザ、おお、あ、おお、すごい、うん、あ、ゾグリンがいる、ゾグリンが、違う違う、色が全然違うんだけど、逆なんだけど、減ってる、危なかったんじゃない今の、うわ、でも結構入ったんじゃない、そうだね、1000超えてたよね、ピナ、うん、100ポイントぐらい減ったぞ、チロルやっぱね、決めましたよ、お店風にしようっと、こういうの出して、あー、なんかいきなりお店になったぞ、これいいじゃん、この外置いてこ、こういうのね、かわいい、これ、え、かわいいじゃん、あー、すごい、いや、もうこれ周り置いてこいよ、これ、皆さん見て、すごい、これお店ですから、ちょっとふざけ、壊れた、ふざ、壊したんだろ今の、もう何、自作自演やってんじゃねえんや、皆さん、なんかやってんの、来たよ、皆さんの家に動物、え、なになに、お、ウーパールボだ、わあ、え、おお、8ポイント、やった、あ、1000超えたじゃん、やった、戻ってきたね、はい、名前も決めました、ムーンレストランチロルです、何ムーンって、ムーンレストランチロルです、なんか出てきた、あれ何、遠くからラビちゃんの群れが向かってきている、え、どこ、銃降ってきた、来るぞ、銃来た、あ、銃戻った、銃も、もしかして、急げて来るぞ、ラビちゃんの群れ、ラビちゃん来たよ、ほら、ラビちゃん、指示しろ、俺のわあ、すげえ、食べろ、頑張れ、頑張れ、マイナス100ポイントだ、やろ、え、の、あれ、大丈夫だね、免れたね、あ、
いやもう、200ポイントくらい減ってないこれ。いや危なかったね。いや危なかったというか、気をつけてくださいね。他人事だな。助けてくれよ、助けて。いやでもベッドは必要だからね。ベッド置こうと思います。ここに可愛くないですかこれ。なんか2階はやっぱあの寝室にしようと思ってるから。ピノさんの家なんか行ってるよ。あー、ウマルパ1匹。本棚おしゃれだな、なんかいちいち。おしゃれ、可愛いじゃん、いいじゃん。え、何この床。あ、皆さん来たよ、動物。なになに、狼だね、狼。おお、大量大量。あ、1000ポイントいった、またやった。追いつかないしてこう。うん、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、こういうのね。いいじゃん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 、こういうの金の。お、来た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 。さあやってきましたよ。おお、ウバルバ。おお、なんか、数多いな。ちょ、何やってんの。はい、はいな。あ、もしかしてやっぱりか、ウーパールーパーが好きな感じになったのかな。何してるの。ヒロさん、はい、ポイント逆転しました。なんで。2階が完成したからかな、見て。え、完成したの早っ。すごい、100匹ぐらい来た、100匹ぐらい。なんかジャム、これ何。キャットタワーだってたから、それジャムって書いてるけど。キャット。おー、何これ。すごい、クリスマスみたいなベッド。そうだね、座らないでもらって、勝手にやめてもらって、これ、暗い見たらやめてや。なんか、ジロトンの部屋、ごちゃごちゃしてるよ。うるせえな。大丈夫かな。でも、それでも来たんだから、可愛かったらいいのよ。よっしゃ。もう、なんだ、これ、おしゃれだな、なんか。バラのマークついてて。こうやって。あ、これ、あ、おい。あ、これ、あれなんだ。トラップドアだよ。トラップドアなんだ。おい、おしゃれだな。え、可愛いな、なんか、だいぶ。すごく、あ、まあ、あ、猫来たよ、皆さん。よかったね。数多くない。え、多くない。え、逆転された。すごい、すごい、すごい。え、2000ポイントいったじゃん。やった。え、ガスト、ガストの群れ。何。じゃあ皆さん10分どこ。ちょちょ、もうなんかめっちゃ蜂いるんだけど。うわはん。あ、チューさんの方か。止めろ止めろ止めろ。やばい、ピノの方も来てる。やめろ、来るな。やめろ、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 頼むから。ポイント見て。こんなにおしゃれにいたのに。なんでだよ。なんで。マイナス4528。なんでやってくるのよ。おかしいでしょ、ジロロの家ばっかり来るの。また来た、ほら。え、どこ。また来るぞ、これ。待って。え、チロのとこ10あるよ。違う。ピノの方もあるよ。もう絶対一匹もいない。やばい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 。あ、ピノの方来た。俺の方も、俺の方も。あ、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。来るか。来るな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 。入れ入れ入れ。入れ入れ入れ。マイナス987。はい、まずチロルですね。あの、お店をイメージしました。はいはい、チロルムーンレストランですね。いいね。はい、月をね、メインにしております。なんで蜂がいるんでしょうか。蜂が来るほど美味しいお店ということでね、有名なんですよ。ここにね、あの、うちの看板メニューがありますから、これね、自分の好きなメニューを選んで、そして中に入ってください。そしたらね、店員さんがいますので、ちょっと待ってくださいね。いらっしゃいませって感じで、ここで注文取って、はいね。で、ピノさん、はい、じゃあこれで、はい、ケーキですね。はい、取ったらじゃあ2階行ってください。はい。これでお店ね、受付終わると2階でご飯を食べてください。はい、じゃあここでね、食べてくださいということで。食べたよ。で、店主に見られながらね、食べてください。どうですか？嫌ですね。嫌ですね。皆さんね、どっちがいいかね、みんなのね、コメントでもね、かなりポイント上がるので、コメントしてくださいね。うん、よしよし。じゃあ、ピノさんのね、お家やっていきましょう。はい。ですね、まず、いらっしゃい、いらっしゃい。入り口からね、お花があって。うん、ピンクを基調として、なんかね、おしゃれなんだよね。で、キッチンがあって、食べるね、ダイニングスペースがあって、なんかその下に、なんかお化けみたいなのいますけど、これちょっと、だってね、無視しましょうかね。無視しないで。なやめろって、気持ち悪いから、もう。マイナスポイントだよ、これ。なんで？マイナスの、やだやだ。マイナスの家だけある、これ。じゃあ、ここでね、ご飯食べるわけですよね。そうだよ、ジローさんが来た時のために。あ、いいですね。ソファーが用意されています。いいじゃん。なんでうちのメニューと一緒のものを置いてんの。
れてるからです。どうやって仕入れ、どうやって仕入れてんの。うちの看板メニューなんだけど。で、ここね、キッチンがおしゃれに窓とかもね装飾されていて、そして2階に上がってくるですね、大きな扉があると。どうぞ。すごい大きな扉だな。入るとピノさんのこのメイク室、そしてワインが飲んでるプライベートルームだよね。かわいいね。ワインは飲みませんけど。飲まないんかい。でなんかよくわかんないガチャいっぱいあって、これなんか作ってんのかな。お裁縫セットだね。あ、これお裁縫とかしてるんだね、趣味でね。ほん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 。でベッド、うさぎいて、え、かわいいじゃん。皆さん、でも足りないものがまだあるから、チロル置くか。なになに。ね、棚置かせてね。なんで。いや、置き手もあるから。よし、おかしいよこれ、浮いてる。え、ピザじゃん。よしよしよし、どうすか。いらないよ。いや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 。汚れた。はい。汚れた。ウィザードが来るんじゃないんですかこれ。え、来ないですよさすがに。階段に誘われてウィザードがこっちにやってきている。え、たどり着いたら1万、1、10、100、1000万、10万、100万、100万、マイナス100万のようだ。ほら。え、皆さんお疲れ様でした。いらないいらない、はい、消えました。これがですね、マイナス100万ポイントの、やばいよ。さようならピノさん。ウィザードがチロルの家にやってきた。ちょっとちょっとやめて。ちょ、お、来てる来てる。ちょっとやめ、あれあれあれ、嘘でしょ。あ、全然減ってないよポイント。冗談冗談でしょ。ウィザーさん、ウィザー冗談でしょ。あ、引っかかってる。はい、ということで、まあ、チロルの家ね、やっぱ最強だなと思ったから、チャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。すごいでしょ。ウィザー対策もできてるから、危ねえな。壊してもいいのかな。え、ダメだろ、やめてよ。やめましょう、やめましょう。あと、おー、あれ、来ねえんだから。あー、ゴール。ゴール、桁がおかしいんだけど、ポイントの。